教材彩りについての研修会ですが本日の講師は昨日に引き続き彩りの制作者の一人である磯村和弘先生にお願いしています。先生は国会交流機器日本,語日本語国際センターの専任講師を務めていらっしゃいます。でえっと、彩りの、まあ、もう制作意図とか基本理念あるいはあっと彩りを使用する上での これだけ、これだけはや守ってほしいことなどをお話ししていただいた後、あの講師の方々からいただいていた質問に、えっと、答えていただくという形で進めたいと思います。そして、もし新たに質問されたいことがありましたら、チャットに記入する形でお願いいたします。それでは、磯村先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。 えっと、2回目になりますがあの、神戸国際コミュニティセンターの皆さんに、えっと、対象にした、えっと、彩りの研修会を行いたいと思います。えっと、そうですね、あの、いろんな対象者の人がいるんですけど、今回は、まあ、実際にもうすでに彩りを使って教えている先生方を対象ということで、えっと、まあ、趣旨としては、その、まあ、 いろんな使い方があるので、あの制作者側から、まあ、こんな風に使ったらいいじゃないかっていうそのまあ理念とか、あるいは、まあ、でしょうね、普通の教え方みたいなものを話してほしいというご依頼だったので、まあ、最初の1時間はこちらからの説明をして、その後のちょっと休憩を挟んで、えー、とその後は、えー、とは質問に答えるという形で、まずはあの皆さんからすでにあの質問が、えー、と寄せられているので、まあ、そこの質問に対して答える。 で、最後は、えっ、ー、と、この場で出た、あの、この場で質問したいことっていうのを、まあ、あの、皆さんに、ね、えっ、ー、と、時間が来るまで、えっ、ー、と、答えする、まあ、質問が出なかったらちょっと頭にあまりるかもしれないですけど、まあ、そんなふうに、えっ、ー、と、進めていきたいと思います。じゃまず最初に説明んですね。こちらから、えっ、ー、と、彩りの使い方について紹介したいと思います。まあ、彩りというのは、えっ、ー、と、まあ、皆さんもご存知のように、 2020年に公開されました。結構新しい教材です。で、入門と初級1、初級2の、えっと、3つのレベルからなっています。で、まあ、最初にこれが、あの、PDF として公開されて、まあ、音声も公開されたんですけど、まあ、その後で、あの、多言語版とか、あと、付属教材ですね。えっと、言葉リストだの、文法ワークシートだの、そういうのが出て、それから、あの、教え方のガイドみたいな、あの、ビデオとか、あの、そういうのも、あの、いろいろ公開しています。 であと特徴としてはこれがすべて無料であの手に入るということで、まあ、あの画期的といえば画期的なのではないでしょうか。で、えー、とこれだったんですけどね、も、えっともとはあの対象、どんな人を対象にしたかということですけど、これはあの日本で生活する人を対象にしているということですね。あのうちで作っている教材、丸ごとっていうのもあるんですけど、丸ごとは、まあ、あの海外に住んでいる人でが対象なんですけど、えー、と彩りは日本で生活する人を対象にしています。で日本に生活する人って も2種類あって、えー、とまだあの海外に住んでいるあの。これから日本で生活したい人が自分の国で準備として学ぶ。日本語を学ぶというね、そういうものと、えー、ともう日本に住んでる。今、日本で生活している人が日本であの今必要なことを学ぶというね、この両方に使えるんじゃないかと思います。あの これ、もともとなんですけどね、あの、外務省の方針として、あの、特定技能という資格ができました。あの、特定技能というのは何かというと、あの、まあ、技術研修生とかね、今まで言いましたけど、あの、まあ、あくまでも研修生だったんですけど、特定技能はもう日本で働きに来る人っていうね、あの、はっきり言っちゃいました。そういうね、働きに、日本で働いて、えっと、お金を稼ぎたい人、まあ、そういう人を、あの、特定技能という、えっと、 資格であの滞在してもいいというね、そういう制度ができたんですけど、特定技能を作るにあたって、まあ、日本語力をある程度、あの、 要件としてね、貸さなければならない。まあ、日常生活ぐらいの,あのレベルが話せるとかね、日本日常生活ぐらいで困らない人じゃないと、まあ、そういう働きに来れないようにしよう。まあ、そんな感じでしたですね。で、まあ、逆にそれぐらいの日本語力ができれば、そうやってあの日本で仕事してもいいよっていう、そういう制度を作りました。だから、これはあの国の政策としてね、作りました。だから、えっ、ー、と、彩りもね、あの全部タダであの配布してるわけですね。 だからこれはあの国がこういうあの人たちに来てほしいっていうところから来ています。でも、もともとはそうです、ね、か海外で準備として、えっと、学んで,で、その試験を受けてで、その試験に合格したら、その特定技能のビザがもらえるので、それから、まあ、日本に来てあの働きましょうということだったんですけど、でもあのやっぱりね、あの今、 日本で生活してる人ももちろんそれ使えるわけですので、だから結構今もあの海外だけじゃなくて、日本各地で特にあの地域の日本語教室なんかで、えっと、割と最近よく使ってもらっています。で、あの彩りの目標なんですけどあの日本で生活の、日本の生活の中で必要となる基礎的なコミュニケーションができるようになる。まあ、この基礎的なコミュニケーションって何かっていうと、まあ、あの日常生活の中で、えっと、日本語を使って、あの すすべきことなんですねでねそれがあの元になったものっていうのが JF 生活日本語キャンドゥと言って、これはあのまたうちがあの出しているものなんですけど、あの日本で生活する上でどんなことができればいいか、これがあのキャンドゥというね形にえっ、ー、とで書かれています。キャンドゥというのはあのどんな場面で何ができるとかね、例えばレストランで食べ物を注文することができるとか、あとなんか電車に乗るときに行き先を駅員さんに確認することができるとかね。まあ まあそんなような感じで、えっ、ー、と、キャンドゥの形で書かれています。で、これは、えっ、ー、と、教材として、こういうことができるようになるために、えっ、ー、と、日本語を勉強するっていうのをまとめたのが、彩りです。 で、ちょっと考えてみたいですねあの、日常生活の中で必要となるって言いましたけど、えっと、もしね、皆さんが、えっと、外国に行って、これからね、行ったことがない外国に行って、しばらくそこで生活することになりました。まだそ,そこの国の言葉は全然知らない、ねまあ。タイでも、スリランカでも、どこでもいいですけどね。えっと、例えばそういうところに行くとしたら、ね、その国の言語を学ぶとしたら、どんなことを目標にしますかちょっとチャットに書いてみてください。 スーパーで買い物できる。そうですね。あの、国によってはね、スーパーで買い物するためには全然話さなくてもいいかもしれないですけど、まあ、そうですね。あの、まあ、国によってはね、あの市場でなんか値段の交渉とかしなくちゃいけない場合もある。そうとちょっと、ま、あの、また高度なよね、日本が。他にはないですか駅で訪ねることができる。そうですね。あの、この電車でいいですかとか、ね、自分一人で出かける。自分一人で出かけて、どこで何をするんでしょうね。 出かけるだけだったらね、散歩は全然 <laughs> あのいらないですまあ、住所、名前がいらね。レストランで注文する。はい、ありがとうございました。まあ、そんなような感じでね、こういくつか、あの、目標を、ね、考えられるんですけど、例えばそうですね、あの、 こんな感じですね。近所の人に簡単な挨拶ができるとか、トイレの場所が聞けるとか、レストランで注文会計ができる、初めて会った人に自己紹介ができるとか、あと職場の人と休日にしたことなど話せるなんかもね、まあ、もしかしたらあるかもしれないです。じゃあ、こういうのが目標になるかというと、そうではないですね。例えば、過去形を正しく作ることができるとか、手もいいという表現を使って文が作れるようになりたい。 M2 レベルの漢字がだいたい書けるとかね、そういうのは学習上の目標であって、やっぱり日常生活の、ね、目標じゃないわけですよね。なんかあの、の今日朝起きて、あ今日は天気がいいから手もいいという表現を使って文を10個作ってみようとかね、あんまりそういうふうに思わないわけですね。だからこういうのはあんまり、ね、目標にならない。具体的にどんな場面で何ができるようになるか、これが CanDo ですね。CanDo というのはそうやってあのコミュニケーションの目標になっています。 で、彩りの場合は、こういうね、can do、ね、課題遂行ができるようになることが目標になっていますね。日本のさまざまな場面、トピックでの具体的な話す、聞く、読む、書くのコミュニケーションね。この can do が、えー、とできるようになることが目標になっています。ね、これはあの病院に、病院で診察を受けたり、駅員さんにあの行き方を聞いたりあの、ね、食堂で注文したりするね。こんなような具体的な場面です。 であのトピックはねこんな感じでいろいろありますね。入門初級1、初級2があって、えー、とそれぞれの本、えーと買う、それぞれの冊に、えー、と18巻までね、9つのトピックありますね。であの、まあ、自分のことについて話したり、食べ物について話したり、遊びに行ったりとかね、えー、と買い物したりとか、まあ、そういうね日常生活の場面がいろんなねトピックがあって、そこでの,あのコミュニケーションが目標になっています。 例えばこんな感じですね。あの、ピンクが入門で、オレンジが初級1、黄色が初級2なんですけど、例えば話す活動だったら、えっと、例えば話す目標として、えっと、入門だったら名前や出身などを言って簡単な自己紹介をすることができるっていうのが、まあ、目標になる。で、ちょっと進むと、例えば、えっと、職場に電話で休みや遅刻の連絡をすることができるみたいなのも、えっと、目標になるわけだし、えっと、 例えば、えー、と美容院や理髪店でどのような髪型にするか伝えることができるみたいなね。こんなのがこう話す目標ですね。もちろん聞くとか読むとか書くとかも目標になっていて、例えば聞くだったらまあなんかなんか災害を知らせるニュースやアナウンスを聞いて何があったか理解できるかもしれないし、読むだったらなんかこう食品表示を見て食べられないものが入っていないかを確認することができるんだったりするわけですね。あのちなみに私はあの、 キュウリが食べられないので、あの、サンドイッチを買うときは必ずこう、キュウリが入ってるか入ってないかってこう、見ないといけないですけどね。だからそれをこう、外国でね、あの、コンビニでサンドイッチ買うときも、っとこの、 内容表示を見てあ、これはキュウリが入ってるからダメだとかね。まあ、そういうのがこうね実際の日常のね読む活動になるわけです。それが書くだったら、いろいろす、ね、名札に名前を書くことから始まって、書きんだう SNS に旅行の経験とか感想を簡単に書き込むことができるだったり、あるいはお友達が書いた、えー、と書き込みにコメントをつけることができるだったりね。まあ、そういうのがいろいろあるわけですね。こういうのがまあ目標になっているわけです。あの彩りのね目標として、こうね。あの 話す、聞く、読む、書く、あの、どれぐらいあるかって数えてみたら、大体こう、話すっていうのが半分以上の、えっと、目標になっています。だから、話すっていうのが一番の目標になっていて,って、えっと、読むっていうのがね、次に多いんですけど、そんなに、まあ、49ですから、大体そうですね、あの、彩りは、えっと、話すと聞くが、あの、主な、えっと、 そういう音声コミュニケーションが中心になっているってことが言えると思います。まあ、実際そうですね、あの日本に来たらあの、日本で生活する上では、やっぱり、えー、と読んだり書いたりするよりも、えー、と聞いたり話したりする方が、まあ、大切というか、ね、求められることがあるからだと思います。ね、で、その彩りのアプローチとしてあの大事な概念なんですけど、行動中心アプローチですね。まあ、もも皆さんあの、聞いたことある人もいるんじゃないかと思いますけど、えー、と最近、ね、よく言われているもので、 まあ、いろんな解釈があるんですけど、あのまあ、一応これは言語はこう社会が、人が社会の中で何かの課題を達成するために使うということなんですね。えっと、そこに暮らしている人がこう社会に参加する、その社会に参加するために、その、えっと言葉を使って何,が何かができるで、ね、そういうことが目標になっているので、これをその課題遂行ですね、これは CanDo と言いますね。CanDo を目標とした言語学習というのを目指しているわけです。 このね、か、この考え方自体っていうのはね、最初に、えっと、言ってきたのが、このセフアールというやつですね。欧州言語共通参照学といって、えっと、ま、あヨーロッパで、えっと、言語を教えるときに、まあ、どうやって教えたらいいかそういう考え方をね、まとめたものなんですけど、これが、えっと、大元なんですね。で、これの考え方を、あ、いいねっていうふうにね、あの、取り入れたのが、この、 うちで作ってるね、JF 日本語教育スタンダードだったり、それで最近ではあの文化庁ね、あの来,来年度か文化庁になりますけど、これがあの、ね、日本語教育の参照枠っていうね、えー、とそういう、ね、あと指針を出しました。で、JF 日本語教育スタンダードは、まあ、海外で日本語を教えるときの,あの、まあ、指針というかねあの、こういう風に教えましょうみたいなやつで、文化庁は、えー、と日本語を 国内日本の国内ですね、国内でえっと教えるときに、まあ、どんな考えに基づいて教えましょうみたいなね、そういう考え方なんですけど、やっぱりもう海外もね国内も、今はもうあの行動中心アプローチというふうにして、あの課題推移を、ね、CANDO っていうのがえっと目標にするね、ねそういうあの言語教育というのがあのよく行われるようになっています。 でこの CanDo のアプローチだと、まず目標が CanDo になるわけですね。つまり、日本の生活の中で日本語を使ってできること、ね CanDo、これがまあ目標になっているわけですね。で、えっ、ー、とじゃあ、それを、えーと、その目標を決めて、それで、じゃあ、それを達成するために何が必要かっていうね、日本語が後からこう後付けで目標になっていくわけですね。例えば、えっ、ー、と 目標がこう趣味や好きなことについて簡単に話すことができるっていうね、それが目標だったときに、例えば、えっ、ー、と、言語項目としては、例えば、えっ、ー、と、趣味を話す語彙だったりするわけですね。音楽を聴くとか、写真を撮るとか、寝るとかね、こういうのが、まあ、語彙が目標になる。それから、えっ、ー、と、文法とか文系だったら、例えば、ることですみたいなね、例えば、私の趣味は音楽を聴くことですみたいなのかもしれないね。それから、ていますみたいなのも使いますよね。えっ、ー、と、休みの日は大体、 えと午前中まで寝ていますとかね、なんかそういうのもあの使うことができます。だこういう文法とか文系とか語彙を覚えたら、まああの、こういうキャンドルが達成できるようになる。で、活動としては例えば、懲戒のインプットだったり、シャドーイングだったり、ロールプレイをすることによって、まあ、それが達成できる方にね、こう導いていくことができるわけですね。で、えっ、ー、と、今までのね、よくある 言語学習の、ね、考え方例えば、文系とか文字とか語彙っていうのをね、この言語知識をまず最初に学習する。例えば、今日の授業は、えっ、ー、と、手もいいですとかね、今日の授業は、私益系だったりね、なんかそういうふうにね、えっ、ー、と、最初に言語知識を学んで、いや、それを使ったら、なんか日常生活で何かができるようになる。 かもって感じですね。かもって書いたんですけど、これいや何ができるようになるかっていうのはね、あんまはっきりしてない場合が多いですね。でもね、ね行動収集アプローチとかね、色ろねればそうではないですね。えっ、ー、と、まず最初に、えっ、ー、と、日常生活で言語を使って何々ができるようになるっていう、目標を決めてから、で、それでそのために必要な言語知識を学習するというね、そういう考え方ですねで。よくあの、こういう活動の例っていうのをね、あの、よく使いますね。あの、 上の考え方ですね。まあ、今までの,あのアプローチというのは、なんか冷蔵庫を見たら、なんか豚肉が入ってるか、卵もある。うんじゃあ、カツ丼でも作ろうか、みたいなね。カツ丼でも作れるかな、みたいなのが、えっ、ー、と、今までのアプローチだったんですけど、えっ、ー、と、彩りの場合はね、まあ、彩りというかね、こういう CanDo を目標にしたアプローチでは、最初に今日はカツ丼を作りますっていうのが決まっていて、で、じゃあ、えっ、ー、と、豚肉がいるとか、玉ねぎがいるとか、卵がいるとかね、そういうふうな、 発想になってるわけですね。だから作り方が、考え方が逆なわけですね。まあ似たような例ではね、例えば山登りなんかの例もね、よく使われますね。えっと、まずね、登山靴を買いました。山雨がっを買いました。で、アイゼンも買いました。さあ、どこに行こうかね、っていうふうにね、なんかそういうことではなくて、まず、 高尾山に登りたいっていうのがあったら、ちゃんと登山靴を買いましょう。それから、じゃあ、白馬岳に登りたいとかだったら、もっとちゃんとしたね、あの、雨具とか、えっと、なんか、経愛善とかね、そういうのが、えっと、必要になってくる。それから、なんか、こう、冬山に登るとか、そういう目標があったら、じゃあ、愛ンとかね、ピッケルとかそういうのも買わなくちゃいけないね、みたいなね、そういう感じで、えっと、何、目標に向かって、えっと、必要なものを揃えるというね、そういうアプローチですね。 でえー、とこういう考え方をね、コミュニケーション言語活動、コミュニケーション言語能力と。 えっとうふうに呼ぶこともありますコミュニケーション言語活動っていうのは、えっと、実際のコミュニケーション場面で日本語を使って何ができるかっていうね、それがえっと目標で、これ CanDo ですよね。で、それ,それで、そのコミュニケーションを達成するためにどんな日本語を使うかというね、そのえっと部分がまあ文,文法とか文系だったり、文字とか語彙だったり、発音だったりするわけですね。それがまあコミュニケーション言語能力のです。で、JF スタンダードの場合はね、この 2, 2つをこのスタンダードの木っていうね、えっと、絵で、 表していますこの上の方のね、花が咲いている部分。この花が咲いているっていうのがコミュニケーションなわけですね。だからこのコミュニケーションの何とかができる、何とかができる、どんな場面でできる、何ができるっていうね、この花を咲かせることが目標なんですけど、この花を咲かせるためには、この根っこの部分がね、こう必要なわけですね。で、根っこには何があるかっていうと、この言語知識に関する、えー、と能力ね、何か文法を知ってるとか、えっ、ー、と語彙が使えるとかね、なんかそういう部分だったり、なんか社会、 社会言語能力というのは、例えば、えーと、どんな場面でね、どんな言葉を使えばいいかっていうのを、まあ、適切に、ね、の判断できる能力だったり、まあ、そういうのが根っこの部分でコミュニケーション、言語能力になるわけですね。で、まあ、彩りのアプローチとして、えー、とこれまでの、ね、アプローチと,、えー、と違っているのは、ね、これまでのアプローチだったら、らまあ、要するにそうですね、文系とか構造アプローチなんか、そういう名前で呼ばれることもありますけど、学習目標っていうのが、まあ、あくまでも、えーと 文法文系などの言語知識なので、それを目標に勉強する。だけど、それができたところで、どんな場面で使っていいかわからないっていうね、そういうことがよく言われます。で、それが、えー、と実際のコミュニケーション場面で使えないっていうね、まあ、そういう反省になることがあるんですね。例えば、ねあの なんかね、文系アプローチね、の本で、えっと、なんか2冊も勉強したのに、えっと、なんかこの学生は全然まだ話せるようにならないね、みたいなね、こういう、そういうことが、あの、結構いろんなところでこう報告されてきました。これに対して、まあ、彩りでは、えっと、行動中心アプローチなので、えっと、学習も標う、can do なわけですね。つまり、実際の場面で何ができるかっていうのがあって、じゃあそのためにどんな学習が必要かっていうので、えっと、学習を進めていくので、目標と結びついた学習ができる。 それによって、まあ、実際のコミュニケーション場面ですぐ使えるということが、まあ、言えるんじゃないかと思います、ね。で、これまでのね、えっ、ー、と、表示法だったら、まあ、こう、最初にこう目標の文系がある、ね。例えば、今日の、えっ、ー、と、今日の授業はあの受け身経営だとかね、今日の授業は手くださいとかね、なんか今日の授業はととかね、なんかそんな感じであるわけですね。で、それで、えっ、ー、と、そこからいろんなコミュニケーション、ね、例えばこの、 何とかと何とかだったらね、えーと、例えばこのボタンを押すと,、えー、と、コピーができますみたいなね、機械の使い方の例だったり、えーと、私の国では春になると桜が咲きますみたいなね、季節を話すことだったり、あるいは何でしょうね、えーと その角を左に曲がるとコンビニがありますみたいなね、なんかそういう場所を表す言い方だったりするんですけど、いろんなコミュニケーションがあるんですけど、でもこれはこう場面や目的がこう互いに何の関連もないこう、ね、複数のコミュニケーションがあるわけです。だから例えば、ね、この文系が えっと、身についても、じゃあ、それがどんな場面で、どんなふうに使えるっていうのがね、はっきり結びつかなかったわけですね。でも、この彩りの場合は、えっ、ー、と、まず、最初に目標のコミュニケーションがある、ね、目標のキャンドゥ、ね、が目標になって、そうすると、それに対して、えっ、ー、と、いろんな ことが必要ですねっていうのがあって、例えば文系ね、だったりする、ね。それから、えっ、ー、と、まあ、社会言語能力とかね、語用能力とか発音とかね、そういうのも、まあ、必要になってくることもある。ね。だけど、えっ、ー、と、あくまでも、例えば目標のキャンドルっていうのは、例えば、えっ、ー、と、機械の操作の仕方の説明を聞いて分かるということがね、目標になっているときに、例えばそれだったら、えっ、ー、と、このボタンを押すとコピーができますみたいなね。あ、なんとかと、なんとかみたいな、そういうのが、えっ、ー、と、使えたら、えっ、ー、と、機械の操作が。 わかるよねみたいなね。そういうふうな発想でできています。まあ、これが、えっと、その場面や目的のコミュニケーションに必要な言語知識などを後から、えっと、勉強するというね。そういう形ですね。で、あと、大事なのがね、あの彩り、もう一つ大事な点が、えっと、オーセンティシティっていうのね非常に大事にしています。オーセンティシティっていうのはま本物らしさとかね、まあ、実際、実際のものみたいな、なんかその中に、要するに、えっと、本物、 をできるだけ取り入れましょうというのが、彩りのオーセンティシティですね。で、これもコミュニケーションに関係するんですけど、えっと、まあ、日本の生活の中でね、コミュニケーションが目標だったら、えっと、日本の生活の中で実際に触れる日本語っていうのは、できるだけそのままにしようっていうね、そういう考え方があります。 あの、結構ね、あの、いろんな初級の教科書だと、あの、すごくね、あの、優しくしたりとか、あの、書いてあるものもね、例えばメニューが出てきた時にメニューには全部振りがなく振られてたりとかね、難しいメニューが全然出てこないわけですよね。なんか、あの、ベーコンレタスバーガーの代わりになんか本当にハンバーガーとチーズバーガーしかないとかね、なんかそういう、えっと、コントロールしたやつとか、あるいは会話もね、なんか、この課では、 えっと、こういう言葉が出てこないから代わりにちょっと簡単な言い方したみたいなね。こんなふうなことで作られる場合があるんですけど、まあ、彩りの場合はできるだけそういうことをしない。まあ、もちろんね、あの最初の方はあのやってるんですけど、あの、うなどのコントロールはだから最小限にしていますね。えっ、ー、と、だから、あの、入門からね、なんかこう、居酒屋に行ってね、レモンサワーとかね、なんかカルピスサワーとかそういうの頼んだりするんですけど、えー、とそういうのも出てくるね。ねそれから、えっ、ー、と、日常生活でよく使う表現。 もインプットしてある。二条筋とかでよく使う表現って何かっていうと、例えば、あの、普通体とか、交互体とか、カジュアルな表現っていうのも、実際の例としては、例えば、えー、っと、そうですね、動詞の否定形例えば、食べませんじゃなくて、食べないですっていう方が、実際にはよく使われてね、それが、あの、初級の句は、書っとあんまり出てこない。 っていうふうによく言われるんですけど、あの、彩りでは最初からね、ませんと一緒にないですっていうのを出しています。それから、あとすみませんにゃなてすいませんみたいなね、そういう形とか、あと見られるのかに見れるっていう、いわゆるラ抜キ言葉ですよね。それから、なんとかになりますっていうのは、あの、これが、あの、こちらお釣りになりますとか、あの、なんでしょうね、えっ、ー、と、今日の定食は、えっ、ー、と、 味フライテミス、ミックスフライ定食になりますみたいな感じで、えー、そういうね、ですの代わりに、ちょっと丁寧な言葉として使われるようになりますなんか。こういうのは、あの、ね、間違いっていうふうにね言うこ、言う人もいると思うんですけど、えっ、ー、と、彩りでは間違いではなくて、実際に使われている日本語ということで、あの、積極的に取り入れています。それから、なんか読む、読むとかね、そういうもので、あのレアリアとかね、またはそれを再現した造材を使っての活動をね。えっ、ー、と、レアリアっていうのは、こう、実際に、実際に使われている本物。 っていうのがレアリアなんですけど、まあ、それを、えー、とそのまま使ったり、あるいはそれを再現したものを使って、だからそれで、えー、と読んだり書いたりすることが、読んで理解することができるようになってるわけですね。例えば、なんでしょうね、あの郵便局の,あの不在通知みたいなやつですね。あのいないときに置かれるあの紙がありますね。あれを見て、例えば次にどうすればいいですかとか、どこを見ればいいですかみたいなね、そういうのをあの練習することができる で、この基本になっている考え方というのは、えっ、ー、と、実際の場面ではわからないものがたくさんあるのは当然だっていう考え方ですね。つまり、まあ、日本で生活する人なので、えっ、ー、と、実際の日本の生活の中で接す,、ね、する日本語っていうのはすごい膨大にあるわけです。その中で、そんなの全部理解できるわけないですよね。で、その中で理解できる日本語っていうのはその一部なわけで、さらに使える日本語だったらそのさらに一部でしかないわけです。だから、えっ、ー、と、そうやってね、あの、 コントロールして、全部教科書に出てくる日本語はその場、その時点で勉強したものばっかりとかだと、結局そういう日本語に対応できなくなっちゃうわけなので、えー、と基本的にはもう全てを理解する必要はない。で、分かるものを使ってコミュニケーションすればいいっていうね、そういう考え方が、えー、と基本になっています。だから分からないものがあっても、そんなの別に気にしないでいいっていうね、まあ、そういう考え方ですね。じゃあ、これからね、えー、と実際にこの彩りを使って、あの 彩りを見ながらね、えー、とどんなふうにあの授業が進めればいいのか、まあ、どんなふうに、えー、と授業すればいいのか、どんな進め方で行えばいいのかというのを実際の課を見ながら、あのちょっとね、えーと、体験してみたいと思います。えっ、ー、と、今日取り上げるのは、この初級委員のね、年中行事とマナーというやつの第9課の活動3つ目で、田舎に帰って家族でお祝いしますというね、そういう課を見ながらね、ちょっとね、えー、と体験してみたいと思います。 まず、えっ、ー、と、一番最初にやることが、これが、あの、一番最初に、あの、タイトルの下に書いてあるのね、can do なんですね。自分の国の祭り、自分の国の祭りや行事について簡単に紹介することができるっていうね、まあそういう目標なんですね。まずこれを一番最初にクラスでこう確認しますね。これ目標は何かっていうと、えっ、ー、と、まずは目標 can do をクラスで確認する。それによって、まあ、この授業の後、何ができるようになるか。それから、えっ、ー、と、目標を、まあそういうのを、あの、学費、 目標をが学生と共有してから授業に入るというね。まあそういうことが必要なわけですね。やっぱり今日の授業終わったら何ができるようになるのかでね、ちゃんと、ね、目標とかね、あるいはこうビジョンを持って授業に参加することで、あの、あこう,こういうことができるようになるのか、じゃあこうすればいいのかみたいなことがっ学生と共有されるわけですね。だから、あの、今までの、ね、授業だとね、例えば導入とかやっていましたよね、今日の、えー、と勉強する文系は、えっ、ー、と、 これだから、じゃこれをなんかね、ちょっとこう会話から導入したりとか、あの、なんかビデオ見せたりとかね、もしかしたら、こう、あの、なんかこうね、手に入ると左手を使って、あの、今日なんとかなんとかですね、い,いえ、なんとかなんとかです、こう、なんか、んか猿芝居みたいになることすることあると思うんですけど、まあそういうのは必要ないということですね。 で、えっと、それからね、その次に、あの、言葉の準備というのがありますね。この言葉の準備ね、祭りや行事ですることというので、えっと、いくつかのね、あと例が上がっています。この場合だったら、えっと、A からね、G までがあって、いや、必ず音声を聞きます。ちょっと音声も聞いてみます。祭りや行事ですること。A。田舎に帰る。B。飾りを飾る。C。 特別な料理を食べる D パーティーをする E 歌ったり踊ったりする F 旅行に行く G プレゼントやお金をあげるこれがねこう一番最初にやる活動で一番最初は聞いて絵を見て、えー、とその音と その絵をを、ね、意味を結びつけるという,そう,いう活動ですだからまず最初はこう、なんかただ聞くだけ、ただ聞くだけっていうか、あまあ絵を見ながらこう意味を考えて、それと言葉を結びつけるという活動です。で、同じ音声をもう一回聞くんですね、同じ音声をもう一回聞いて、今度は、えー、と実際に自分で言ってみる、ね、例えば、田舎に帰るっていうのを聞いて、あちょっとこんな感じで祭りや行事ですること。 A. 田舎に帰る。田舎に帰る B. 飾りを飾る。飾りを飾る。みたいな感じで C. えと特別な料理。みたいな感じで、えー、と一緒に言ってみる、ね。それで今度は自分でも音声で再現してそれとあの意味を結びつける、ね。でですね次にやるのが今度は、えー、とランダムな順番でちょっとしたね、あの 文の中に入っているものを聞いて、どれを言っていますかというのを選ぶというね、そういう活動ですね。1, 1パーティーをします。これだな。2, 2特別な料理を食べます。3旅行に行きます。4歌ったり踊ったりします。 五、田舎に帰ります。六、プレゼントやお金をあげます。七、飾りを飾ります。こんな感じでね、こう選ぶわけです、ね。音を聞いて、この選ぶことができるというのが、えっと、この練習の目,目,目標になっています。で、この言葉の準備というのは、この活動に必要なことを 言葉をね、あらかじめ紹介するというのうで、やっぱりこういう言葉何も知らないとね、活動に入りにくいので、まあ、えっ、ー、と、最初に、あの、あらかじめ今日使うね、活動についてちょっと紹介しておくという意味で、まあ、会話に出てくる、これから聞く会話に出てくる言葉と、まあ、関連語彙のときもありますね。えっ、ー、と、会話には出てこないんだけど、例えば一番最後のね、ロールプレイでなんか使えそうな言葉とか、まあ、そういう言葉が入ってることもあります。 で、えー、とこの、ねえー、と言葉の準備の言葉というのは、まあ、この段階で全てをまあ覚える必要はないですね。た、えーまあ、多分こ,の、ね、これから出てくるので、あ,あ,れあそこに出てきたあれのことだな、みたいな、ちょっと,、ねえー、とピラピラと見ながら、ね、あの思い出せるぐらいで大丈夫です。で言葉の準備の後はこは、会話を聞きましょうに入るわけですね。で会話を聞きましょう。この会話というのは、えー、と必ずあの場面と目的がある会話になっています。 でここでは、ね、例えば国際交流協会の,新年,の新年パーティーで4人の人が自分の国の祭りについて話していますよね、こういう場面があります。だからこのシチュエーションをまずここで確認して、えっと、イラストを見たり、ね、あとこの説明、これあのいろんな言語に、ね、訳されていますのでこのイラスあの、イラストと説明を読んで、どんな場面で誰が何のために話しているのかっていうのを確認するわけですね。でその後で、えっと 今度は、えっと、聞き取りに入ります。で、ここの場合だったらね、えっと、音声はね、まず最初にどんな祭りですかっていうので一回聞きます。それで、えっと、どんな祭りですか ?A から T を選びましょうって聞く。次が、このいつ祝いますか ?A から A から選びましょうというので、えっと、このね、4月だとか9月だとか、そういうのが選ぶわけですね。で、えっと、その他にもね、あと次にいろんなこと聞きますが、まずはこのね、2, 2点に注目して聞いてみましょうと。 ちょっとじゃあ実際に聞いてみますので、皆さんちょっと選んでください。1中国でもお正月をお祝いしますか中国は旧暦のお正月の方が大切です。旧暦はい。旧暦のお正月はだいたい2月頃です。春節と言います。1週間ぐらいお休みになるので、田舎に帰る人が多いです。へえ。 でも、そのラッシュがすごいので、最近では海外に旅行する人もいます。春節はどんな風に祝うんですか赤い飾りを飾ります。赤はおめでたい色なんです。あとは餃子を食べたりします。そうなんですか。二<に>、タイはどうですか タイのお正月は4月でソンクラーンと言いますあ名前は聞いたことあるかもソンクラーンは水かけ祭りとも言われています町を歩きながらみんなで水をかけ合いますへえ<ー>それが面白くて最近は外国人もたくさん参加しています水をかけ合うんですか 面白そうですねはい日本でも東京でソンクラーンのお祭りがあるそうですよインドネシアではイスラム教の人が多いのでレバランが一番大きいお祭りですねレバランはいラマダン明けのお祭りですラマダンの間は 断食をします。1ヶ月朝から夕方まで物を食べてはいけません。えー、大変ですね。この断食が終わった時のお祭りがレバランです。いつですか？年によって違います。どんなことをするんですか？みんな大体田舎に帰って。 家族でお祝いしますあとクトゥパットという特別な料理やクッキーなどのお菓子を食べます <4. S 1> フィリピンはどうですかフィリピンでは一番大きいお祝いはクリスマスですねえー、フィリピンでもクリスマスをお祝いするんですかはい フィリピンはキリスト教の人が多いですから。そうですか。日本のクリスマスとは何か違いますか全然違いますね。フィリピンでは9月頃からクリスマスの準備を始めます。9月。クリスマスには会社とかいろいろなところでパーティーをします。パーティーでは歌ったり踊ったり、 特別な料理を食べたりします特別な料理例えば有名なのは豚の丸焼きですおいしいですよ丸焼きすごいクリスマスが終わった後も2月ぐらいまで飾り付けはそのままですじゃあ1年の半分がクリスマスなんですね まあこんな感じでね、えっ、ー、と、音声を聞いて選ぶわけですけど、まあ、例えば、どんな祭りとかね、いつみたいなのがこうやって、あの、そういうのをうメモしながら聞くわけですね。えっ、ー、と、まあ、この、この、今のね、この教科書では、えっ、ー、と、どんな祭りですかっていうのを音声を聞いて、あの、どんな祭りといつっていうのを選ぶんでしたけど、まあ、その学生によっては、例えば、あの、どんな祭りかだけを聞き取るのが1回目。それから、次に、いつ祝うかだけを聞かう。 聞くときにもう一回あの音声を聞くとかね、そういうのでも大丈夫ですね。それから、えっ、ー、と、この課では、えっ、ー、と、もう一度聞きましょうというのがあって、次に何をすると言っていますかっていうので、えっ、ー、と、海外旅行に行くとか、パーティーをするとかね、そういうのから選ぶ。それから、えっ、ー、と、何を食べますかで、えっ、ー、と、選ぶね、餃子とかグッドパッドとかね、そういうのを選んだりする。まあ、そういうのがあって、えっ、ー、と、これも、あの、ここでもう一回音声をさらに聞いてもいいし、えっ、ー、と、まあ、できるクラスだったら逆にね、えっ、ー、と、 もう一回聞いただけで、このね、えっと、さっきの1番と今回の2番をね、何をする、あのどんな祭り、いつ、それから何をする、何を食べるっていうね、4つのことも全部あの聞き取るみたいなね、そういう聞き取りの仕方もできますね。だから、これはあの、まあ、クラスによってね、いろいろ聞き方を変えることができますね。それから今はこうね、気候で選んでますけど、まあ、クラスによってはあのメモをさせるみたいなね、ノートにメモをさせて、えっと、それを共有し合うみたいな聞き方をしてもいいんじゃないかと思います。 それからね、えっと、3番目が言葉を確認して、もう一度聞きましょうというのがあって、えっと、この、ここにね、えっと、会話に出てきた、えっと、言葉で、えっと、まあ、多分知らない人が多いんじゃないかっていうね、そういう、あの、言葉を、ここにね、あの、解説しています。で例えば、そうね、祝うとかね、あのおめでたいとか、なんかそういうのがえっと、今までね、えっと、 要するに、あの、さっきの会話では、別にそういう部分っては聞き取れなくてもよかったわけですね。どんな祭りかっていうことが言えればいいわけなので、なんかういうね、難しい言葉とかって、かわりつけみたいなとか、別に無視してもよかった。でも、ここでは、あの、言葉を確認して、あの、細かい部分を、えっと、どんなことを言ってたかっていうのを、えっと、もう一度聞くわけですね。 で、この、ね、音声インプット、最初の会話の、ね、会話を聞きましょうという部分の,、えー、とこの目,目的は、まあ、音声インプットなわけですね。つまり、えーと、話す活動でも、まず最初に音声を聞かないとダメだということなんですね、でえー、とこの聞く会話というのは、この目標の can do が達成されている場面の会話です。 で大事なのが、これ、音声によるインプットということで、やっぱりね、えー、と実際に、えー、と言葉をね、なん聞いたり話したりできるようになるためには、音で聞かないと、やっぱ全然意味がないんですね。えっ、ー、と、だからね、この部分をね、省略して、さあ、皆さん、スクリプトを読みましょうとかね、やっちゃうのは全然だめですね。えっ、ー、と、音声で必ず聞く。それから、えっ、ー、と、大切なのが、たくさん聞く。ね 今のは結構ねあの、皆さん聞いてて、会話長いなと思ったかもしれませんけど、やっぱりこういうね、量をまずね、たくさん聞くっていうことが大切ですね。で、このか、この会話だったら、今の会話は、えっ、ー、と、一つの場面で4人の人が話すという会話だったんですけど、例えば会話によっては、4つの場面で4つの会話を聞くみたいなね、そういうものもあります。まず、あ、たくさん聞く。それから、繰り返し聞く。だから、えっ、ー、と、 1>, 1回聞くだけじゃなくて、えーと、2回、3回、4回とかね、なんかそういう繰り返し聞くことによって少しずつ分かってくる。まあ、これは学生の、ね、レベルによりますけど、えーと、例えば全然ね、最初は聞き取れなかった場合には、じゃあもう一回聞いてみましょうとかって言って、えーと、じゃあ今回はこれに注目して聞いてみましょう、今回はこれに注目して聞いてみましょうみたいなね、そういう聞き方もできるわけです。それから、まあ、大体の内容を理解するというのが、えっ、ー、と、 ポイントですねえっと祭りについて、えっといつですかどんな祭りですか何をしますか何を食べますかっていうね、ね、まあ、そういうことがあの理解できてればよくってね。別にじゃあ、えっと祝うって何とかね、か飾り付けて何とか。まあ なんかね、そういうところっていうのは別にね、あの、わからなくても、この段階ではいいわけですね。で、それを確認するのがスクリプトなんですけど、このスクリプトっていうのは後で確認するわけですね。つまり、聞いて内容を理解して、後で、えっ、ー、と、細かい言葉とかね、そういうのを確認する。あるいは、こういうふうに言ってた、確かに、こういうふうに言ってたっていうのを、後で確認するために読むわけですね。だから、えっ、ー、と、音声っていうのは、まず、えっ、ー、と、音声で聞くことが大切なわけです。 で、やっぱりね、だいもしあのこういう教え方してる人がいたらね、ちょっとあの気をつけてほしいんですけど、やっぱりまずね、音声を聞かせないでスクリプトを読ませ,て読ませるっていうのは、やっぱりこれは全然あの話せるようにならないわけですね。だから、えっと、まず音声を聞かせるっていうのがポイント、ね。それから音読させる必要もないですね。えっと、スクリプトをじゃあみん,なみんなで読みましょうとかね。それはあの話す活動っていうのは後で、あのでやればいいわけなので、この段階では聞いてインプットする、ね。音声によるインプットっていうのが非常に大切なわけですね。 で、次が、えっ、ー、と、形に注目というね、そういうセクションがあります。形に注目っていうのは、えー、とその他にね、で、大切な、えー、と文法とか、文型とか出てくるわけですけど、まず最初は、えっ、ー、と、ここではね、さっきの会話の中から、えっ、ー、と、抜き出した文を聞いて、その線、河線に言葉を書くというね、まあ、そういう活動をします。で、ここで、えっ、ー、と、音声を聞いて。春節は田舎に帰る人が多いです。春節は 最近では海外に旅行する人もいます。ソンクランは街を歩きながらみんなで水をかけ合います。レバランは年によって違います。年によってみたいな、ね、こういうのを傘に、ね、こうメモするわけですね。です 今の、こう、切ってましたね。帰る人が多いですとかね。海外に旅行する人もいますとか。街を歩きながらと言っていました。それから、年によって違いますみたいなね。まあ、こういうことを、えー、とまずね、形を確認するんですね。で、この下線の部分っていうのが、その下で練習する、えー、と文型だったり、表現だったりするわけですね。で、まずは、えー、とそのね、会話の中から、こんな表現出てきましたよねっていうのを確認して、で次にやるのが、 ねえー、とこの質問があるわけですね。例えば、ながらだったらね、ながらの前の分と後ろの分はどんな関係ですかっていうのを考える、ね。そうすると、さっきの、何でしたっけ、えっ、ー、と、なんか街を歩きながらみんなで水をかけ合いますね。街を歩くのと水をかけるの関係はどんなんだろうな、とっなんかもしかしたら街を歩いているときなのかね、なんか街を、 歩いている状態で、なんかそんな、要するになんか同じ時間同じ、同じ時にやるんだろうなっていうね、そういうことをこう予想するわけですね。それでは例えば、このながらの前はじゃあどんな形になってますかってね、歩きだからね、ね、歩きますだから、じゃあマスを取った形かなとかね、そんなことを自分で考えて、ルールを発見するわけですね。その後で、えっと、じゃあ答え合わせとして、えっと、文法ノートっていうのをね、見ればいいよってことになる。文法ノートっていうのは、えっと、その、 ね、本冊の途中になくて、各課の最後に、えっ、ー、と、まとまってついていますね。これは、やっぱりあのね、あの、まあ、文法の解説っていうのは、あの、読んでもなくてもいいし、えっ、ー、と、これは自分で読むっていう場合もあるし、先生が解説することもできますね。だけど、えっ、ー、と、まあ、あの、文法の解説っていうのは、あの、あくまでもその、なんでしょうね、おまけというか、あの、 授業の流れとはちょっと違うね部分でえっと必要になってくるので、だからちょっと最後、ね、あのに、ま、各科に、各科の最後にまとめていますで。これは、えっとやっぱりね、このこれは英語ですけど、あのいろんな言語に訳されたバージョンがあるので、それを自分で読んでもいいね。ねそれから先生が、えっと、簡単にあの解説してもいいわけですけどね。でそれから他の例とかありますね。お正月は食事をしながら料理といろ両親といろいろ話しましたとか、お祭りでは歌を歌いながらみんなで踊りますみたいな、ね、そういうね、えっと 別の、ね、例文が出てくる。ただ、この別の例文といっても、これは実際ね、このお祭りを説明するという、ね、そのキャンドゥから離れない例文になっていますね。それから、えっと、文法ワークシートというのもあります。これ別冊になっていて、あのなんか付属資料のところからダウンロードできるんですけど、例えばながらだったらね、えっと だからの形を作って言いましょうで、えっ、ー、と、その祭りでは女の人が太鼓を叩きながらあれ、歌いながら太鼓を叩きますとかね、お正月に親戚とお酒を飲みながら言語しましたとかね、こんな感じで作っていくわけですね。こうやって、えっ、ー、と、ちょっとねあの、自分で言ってみる練習っていうのも、文法ワークシートを使えばできるわけです。 ね、最後にこの形に注目して、えー、と1から3の会話をもう一度聞きましょうねさっき勉強した文法が、えー、実際に会話で使われてましたよねとかね例えば、えー、とこの2番の言葉を聞いてタイはどうですかタイのお正月は4月でソンクラーンと言いますあ名前は聞いたことあるかもソンクラーンは水かけ祭りとも言われています。 街を歩きながらみんなで水をかけ合います。確かに街をかけ合いながらみんなで水をかけ合いますみたいに言ってたなっていうのをこうもう一度確認するわけですね。で、えっと、この文法の学習のポイントとしてはね、やっぱりこの気づきを重視した文法学習、ね、それを重視しています。よくあのフォーカス・オン・フォームという、ね、言葉で言われることがありますけどね、えっとまあ、最初に、ねえっと、インプットの音声から、えっと、文法形式に注目するわけですね。 それから、えっ、ー、と、問いに従って、その形式とか意味っていうのを考える。自分で考えるんですね。でそれ自分で考えてから、えっ、ー、と、文法の形や使い方のルールに自分で気づくってことが必要なわけです、ね。発見とも言ったりしますけどね。えっ、ー、と、そうね、例えば、ながらのね、前と後の文はどんな関係だろうとか、えっ、ー、と、ながらの前の形はどんな形になってるんだろうっていうのを自分でこう気づくね。それで、えっ、ー、と、その後で、えっ、ー、と、 先生からね、えー、と説明があったり、あるいは文法ノートを自分で読むわけですけど、これやっぱりこう後からやるっていうのがポイントなわけですね。えっ、ー、と、今までだとね、まず最初に今日勉強する文法はこれですよってやって、でそこで形の練習したりした後に、最後にじゃあね、えー、と会話で使ってみましょうみたいな、そんな練習の順番になってると思うんですけど、えっ、ー、と、彩りの場合は最初に、えー、と会話を聞いて理解する。でそこから、えー、と気づく。で ルールを発見して、その後説明をね、読んで確認して、でそれから、えっと、その後で、まあ、キャンドの達成に必要な文法をね、えっと、学んで練習するということになりますね。だから、えっと、そとね、気づいて、そこから練習して、で、最後に使えるようになるというね、まあ、そういう順番になっています。だから、えっと、先に文法を説明したり、練習したりするのは、あんまり、あの、 彩りの考え方とは、あの、ちょっと違うね、教え方になっちゃうんですね。それから、えっ、ー、と、よくあるのがね、can do とは何,何もん関係ない例文をたくさん示すとね、これあの、今までね、結構文法を一生懸命教えてた先生は、そういうふうにね、やりたくなっちゃうんですけどね、あの、 そうじゃないですね。例えば、さっき例に挙げた、なんか稿みたいなね、えーと、ボタンを押すと、このボタンを押すとコピーできますとか、えー、と春になると桜が咲きますとか、えー、とそこの角を曲がるとコンビニがありますみたいなね、っと教えるんだったら、ねい、いろんな場面で使えた方がいいじゃないか。だから、えっ、ー、とね、このね、えーと、機械の使い方とか、桜が咲きますとか、あのコンビニがありますみたいなね、そういう時に使うとね、やっぱりたくさん教えた方がいいじゃないかっていうふうに、やっぱりあの教師頭だとね、 思っちゃう人もいると思うんですけど、そうじゃないですね。えっ、ー、と、あくまでもね、例えば、とっていうのを勉強するときには、これは、えっ、ー、と、キャンド o を達成するから、今、勉強してるわけですね。例えば、今のキャンドゥが機械の使い方について説明を聞いて理解することができるっていうね、そういう、あのー、とだったらね、ね機械、このボタンを押すと、えっ、ー、と、コピーができますとかね、それを、 やればいいわけであって、全然桜が咲きますとかね、えー、コンビニがありますとかね、そんなの練習する必要はないわけですね。だからこれは結構ポイントですよね。だから CanDo とは何も関係ない例文をたくさん示すことは別にいらないわけですね。じゃあね、 とせっかく通って勉強するのに、じゃあその桜が咲きますとか、えー、とコンビニがありますとか、教えなくていいんですかもったいないじゃないですかそんな時に使えるのにとかっていう考えもあると思うんですけど、それはそういうキャンドルが目標になっている時に、もう一回練習をすればいいわけですね。例えば、えーと、自分の国の季節について話すことができるというキャンドルがある時にえっ、ー、に、私の国では春になると桜が咲きますとか、ね、あの冬になると雪がたくさん積もりますとか、そういうことを言えればいいわけだって、別にそれはね、あの教科書の だから1回だけね、どっからやらなくちゃいけないんじゃなくて、そういうのが目標の時に、ああ、これをね、この前、あそこで勉強したこの文法を使えば言えるようになるんだな、みたいなことが分かればいいわけですね。だから、何回こうスパイラルにね、こうあの練習するっていうのが大切ですね。そそれから、えー、とその次が、えーと いいよいよ、ね、こう話すための練習があるわけですねまず最初はこのこうね吹き出しバルーンみたいなねこう吹き出しがあってこの会話を練習するわけです一番初めは会話を聞きましょうなので聞くだけですねちょっと聞いてみましょうねインドネシアにはどんなお祭りがありますすすかインンンドネシアででででははレレババララが一番大きいいおお祭祭りり断食けのつですか 年によって違います。どんなことをするんですか田舎に帰って家族でお祝いします。何を食べますかクトゥパットという特別な料理やクッキーなどのお菓子を食べます。これはまず最初は会話を聞きましょうね、この吹き出しを見ながら、まずは聞くだけですね。 そのっ、えー、と意味が大体分かったら次には今度シャドーイングしましょうというりますねシャドーイングというのは、えー、とこのね、えー、とセリフを見ながらえっ、ー、とじゃあ見ながらでもいいしまず最初は見ながら、えー、と音に合わせて言ってみるわけですねインドネシアにはどんなお祭りがありますかインドネシアではレバランが一番大きいお祭りですみたいな感じでねこうやって。レバランは シャドウイングするわけですね。で、それであの最初はね、こう見ながら言ってもいいですけど、最終的な目標はこれ見ないで言うってことですね。何もうもう教科書を閉じて何も見ないでインドネシアにはどんなお祭りがありますか？すかインドネシアではレバランが一番大きいお祭りです。でですみたいな感じでこうね、見ないでシャドウイングするすね。 で、3番目が、今度は、ねえっと、2の会話の内容で練習しましょうということで、えっと、さっきね、会話を聞きましょうで練習した、えー、聞いた、その春節とか、ソンクランとかクリスマスについて出てきますね。で、これで、例えば、えっと、中国にはどんな祭りがありますかって、中国には。 中国では春節が一番大きい祭りですとね、そんな感じですね、春節は旧正月の祭りですとか、そういうのが言えるようになる。それで、その後ね、ソンクランとかね、クリスマスについても、あのね、言葉を入れ替えたりして練習することができるわけですね。で、最後が、えー、と今度、自分の国の祭り上げようについて話しましょう。で、言いたい言葉が日本語でわからないときは調べましょうというのがあって、今度は、そのね、自分の国、 ですね、例えばクラスで、なあネパールの人がいたら、ネパールにはどんなお祭りがありますかって聞いてみるとか、ね、なんかこう、そうね、いろんな国のね、あのことを、要するに自分のことを本当に話す。だから、ここにはね、自分の国って書いてありますけど、もしかしたら、なんか今住んでる地域の祭りでもいいですし、えっと、なんか留学したところのね、祭りでもいいし、生まれ育ったところでもいい、何でもいいわけですね。そういうね、なんか自分が話したいところ、ことを話すというのがポイントです。で、この場合はね、やっぱり、あの、 本当に、あの、自分の国の祭りや行事について話せることができればいいので、だからさっきのね、あの、セリフに必ずしも忠実に従う必要はないということですね。だから、何を食べますかだけじゃなくて、例えば、これは大きい祭りですか何人ぐらい来ますかとか、えー、すごいですねとかね、えー、っと、なんかそういうふうにね、言葉をね、補ったりして、自由に会話をするっていうことがポイントなわけです。 で、このね、インプットからアウトプット。このアウトプットの活動なんですけど、やっぱりね、あの、このアウトプットのパートの中でも、このインプットからアウトプットへの流れがね、出ていますね。最初は会話を聞くだけだった。これも完全にインプットですよね。それから、シャドーイングしましょうというのは、やっぱり今度ね自分でアウトプットしてみるんだけど、でも、これは全然自分で自由に言えないわけですね。聞いた音声をそのままシャドーイングして繰り返して言うわけだから、えっ、ー、と、まだ全然自由度がない。で、えっ、ー、と、3番目になると、今度は、えっ、ー、と、さっき聞いたね、会話、 で、練習しましょうということで、なんかこの言葉ね、四角の部分を入れ替えて、えっ、ー、と、別のことを言ってみる練習になるわけですね。そういう練習をして、最後に自分のね、本当に話したいことについて、自分で自由に言える、言うことができる。ね。その時には、あの、言葉がわかんない言葉がね、出てきたら、なんかね、スマホで調べたりとかね、えっ、ー、と、な、ま、ん、あ、でもいいですね、先生に聞いたりして、えっ、ー、と、補いながらね、自分で本当に話したいことを話すというのが、えっ、ー、と、最後のアウトプットになっています。 でこの、ね、段階的なアウトプットの練習になっているのは、まず最初に聞くだけ、それからシャドーイングする、それから言葉を入れ替えていう、最後は場面を考えて自分で自由に話すロールプレイというのがあって、これが CAND の達成につながるわけですね。だから少しずつあの自由度が、えっと、上がってくるし聞、聞くのがメインから、えっと、自分で話す、ね、自分で考えて自分で話すというね、そういう活動が、えっと、メインになります。でここでやっぱり、ね、大切なのは、 ね、時々あるんですけどね、あの、最後のね、あの、活動が、もう言葉を入れ替える練習で終わってしまったりするね。それから、えっと、だからじ、全然自分でね、話さないっていうことですね。自分でか、自分の言いたいことが話さないで、ただ言葉を入れ替える練習だったりする。でそれだけではね、なかなかあの話せるようにならないので、場面と目的を与えて、自由な、あの、ね、ディスコースを作るっていうことがポイントですね。 それから、あの、can do とは関係ない文を作らせる人とかもね、時々いるんですね。なんか、えっ、ー、とね、さっきせっかくね、ながらを勉強したからね、えっ、ー、と、じゃあちょっと練習しましょうとかって言って、なんか、えっ、ー、と、音楽を聴きながらご飯を食べますとかね、なんかこうね、えっ、ー、と、新聞を読みながらトイレに行きますとか、なんかそういう、別にそんな、全然、あの、お祭りには関係ないからね、そんなことをね、ここでね、アウトプットする必要はないということですね。 で、最後が、こう、can do check というのがありますね。これが、えっと、今やった活動がどれぐらいできるようになったかというのを自分でチェックするね。これは、えっと、この川、は、この3番目の田舎に帰って家族でお会いしますで、自分の国の祭りや行事について簡単に説明することができる。でこれで、えっと、自分で、えっと、まだ難しいかなとかね、それから、まあ、なんとかできたとかねあ、もう余裕でできたとか、そういうのを3段階でメモして、なんか、 コメントがある人はコメントをね、下にメモする人はね、こういうキャンドチェックがあります。このね、キャンドゥチェックでね、何するかっていうと、う自己評価なわけですよね。目標キャンドゥの達成度を自分で評価することによって、えっ、ー、と、まあ、 自分の学習を管理するということになりますね。えっと、授業の最初に見た目標キャンドルができるようになったかということをチェックする。それから、えっと、これ、振り返りの時間、例えばの、ね、楽器の最後とかね、楽器の真ん中と最後に2回とかね、なんかそういうのがある場合もあると思うんですけど、そういう時間に、例えばもう一度チェックしてみるっていうことも可能です。そうすると、なんか授業が終わった時には難しかったかもしれないけど、今は結構余裕でできるかもしれないなとかね、そういう発見もあることもありますね。 で、えっ、ー、と、全体的にね、こうやって、あの、実際に見てきたんですけど、この彩りの授業の流れでね、こう、えっ、ー、と、骨になっているのが、こういう流れですね。あの、まず最初に目標のキャンドルを確認する。で、それから、えっ、ー、と、CAND を達成するための活動があって、最後にキャンドルの達成度の確認があるわけですね。でそのキャンドルを達成するための活動っていうのが、まあ、メインになっているわけですけど、そこが、こう、言葉の準備から始まって、それから、やっぱりインプットがあるわけですね。で、それが音声による大量のインプットがある。ね。結構だから長い。 それから何回も聞くみたいな感じで、インプットが結構ね、あの、大きなウェイトを占めているわけです。それから文法に関しては、文法の意識化とかね、気づき、ね、つまり、えっ、ー、と、自分で気づいてルールを発見したり。 するねそういうのが大事。で、その後で、今度は文脈の中での練習があるわけですね。えっ、ー、と文法ワークシートとかを使って、そのね、えー、と自分の、えー、と知っている祭りとかね、行事を説明するっていう文脈の中で、その文法をね練習することもできる。それによって何が起こるかっていうと、そのねえっ、ー、と言語知識を学習者が自分の中で身につけることができるね。ねこれ、インテークと言いますけどね。 聞くだけだったり、読むだけだったりするんですけど、それはこう自分の中でこうルールとかを見つけて、自分の知識としてこうあの取り入れることができるの、これがインテークですね。そのインテークしたものを今度はえっとアウトプットするわけですけど、そのアウトプットもこうえ次第に自由度を上げていくアウトプットですね。最初は本当に繰り返すだけだったのが、だんだん言葉を入れ替えて、それが最後には本当に自分の話したいことを、えっと、本当のことを話すことができるで、ね。そういう段階につなげていくわけです。 でこんな感じで、ね、最初にインプットがあって、意識化、気づきがあって、それをインテークして、そこをアウトプットにつなげていく。そのアウトプットによってコミュニケーションが達成するというね、そういう流れになっていますね。だから、えっと、彩りというのはね、こうやって、えっと、まあ、基本的にはね、教科書をね、そのまま教えれば、効果的な流れで授業ができるように作られているわけですねで。その元になっている理論というのは、この第二言語習得理論ってね、 SLA とか言いますね。セカンドラングイッチアクイジーションですけどね。その成果がね、結構取り入れられています。具体的には、例えばね、音声インプットが重視されてる。やっぱり、ね、言葉を話せるようになるためには、音声、音声の形で大量にインプットしないといけない。 それが、えっと、インプットがないと話せるようにならないというね、そういう成果ですね。それから、インプットからアウトプットへつなげていくね、そういう流れですね。最初にアウトプットを練習してもしょうがないわけですね。最初にたくさんインプットしたものを、それを自分の中で取り入れて、自分でも使えるようになっていくという流れが必要ですね。それから、フォーカス・オン・フォームですね。えっと、文法を教えるときにも、えっと、まず実際に使われているものから、そこに意識して、気づいて、発見するみたいなね、こういうものが、えっと、学び、こういう学び方が大切になっています。だからえっとまず は評価書をそのままは、書その教えれば、OK ね、これあの、私がよく言ってるんですけど、えーとまあ、そのままね、流れが、そのままの流れで教えればね、えー、といいようになっているわけで、あの結構ねあの、アレンジしたくないの人もいるんですけどね、でも基本的にはあのそのまま教えればいい。ね、それから、それから,のれれからこうあの、例えばクラスに合わせてね、ちょっとアレンジするとか、クラスの反応を見ながら、なんか高校がこうしてみようとかね、そういうのが、えー、といいんじゃないかと思います。 で、彩りの場合はね、こうやってね、そういうの、あの暗示的学習というのがあるわけですね。つまり、あの、実際にこう使われても、自分でこう、なんかルールを発見して、それを自分の中で取り入れて、ねあの、使えるようになっていくみたいなね、これ暗示的学習なんですけど、割と今までのね、えっ、ー、と、教え方は、特にこうね、文系アプローチといってあの、文系を目標にした授業ですね。今日の授業は、えっ、ー、と、ケミ系とかね、そういう文系を、えっ、ー、と、 授業の目標にした、えっ、ー、と、これまでの教え方だと、こうやってね、えっ、ー、と、最初にね、文系の導入がある。ね。例えば、えっ、ー、と、なんか会話からね、導入したりとか、いろいろあるわけですけど、それからその基本練習として、あのパターンプラクティスで、正確に早く形を作れるように練習した後、段階的にこうね、形と意味を結びつけて、えっ、ー、と、 形が正確に言えるようになるね。ねそれで、それを練習した後で、じゃあ応用練習として、実際のコミュニケーションに近い練習みたいなね、そういうのをやるんですけど、でも実際ね、この最初にね、文法の意味とかを説明して、形を練習して、じゃあそれが、えー、と会話に結び,つか結びつくかっていうと、必ずしもそうではないですね。こういうのはね、明示的学習、さっきのは暗示的学習でしたけどね、こういうのは明示的学習と呼んだりしますで。そういうね、先にルールを説明して、それからこうね、会話を。 ができるようになるかっていうと、これは実はね、コミュニケーションとは結びつきにくいというね、そういう成果が出ています。研究成果が出ています。だから、えっと、まああ、形だけね、先に説明してもね、あの説明した練習したりしても、あんまり使えるようにはならないので、実際になんかこうね、会話を理解して、その中から自分でルールを発見して、これを使えるようになりましょう。ね、そういうのが、えっと、 彩りのの目指してるもので,、ね、で、すね。コミュニケーションが目標の授業のときにね、やっぱりこうね、文系シラバスの教科書を使ってコミュニケーションが、ね、目標の授業をするっていうのは結構やっぱり難しいわけですね。例えばあの、本来の目標が違うので難しい。何かっていうと、例えば教科書にあるものはこう例文とパターンプラクティスと形の練習しかなかったりするわけですね。そうすると、えー、と先生はね、自分でこの文系導入とか、 文系導入どういうふうに導入しようかって考えたりとかね、あるいは、えっと、コミュニカルでもな練習ですね。例えば会話の練習になるようなものを全然こう別の教科書から持ってきたりとか、あるいは自分で考えたりとかして、まあ、教師がこう補う必要があるで、ねで。それが結構大変なんですね。だから、えっと、教師の授業準備がすごく負担になっちゃう。例えば 1, 1時間の授業で3時間なんかあれ、授業の準備しなくちゃいけないとかね、そういう状況になっちゃうわけですね。それから、あの教師の、ね、力量や経験による差が出てしまう。 例えば、まあ、10年目とかね、20年目の人は、まあ、そんなにね、あの準備しなくてもね、これまでやった資産も使ってあの対応できるんですけど、例えば新人の先生だとね、そういうの全部のたくさん塾を準備をしなくちゃいけなくなって、それがこう、辛いとかね。だから、あのやっぱり私は日本語教師無理ですとかね、こうやめていっちゃったりとか、そるか話もね、よく聞くんですけどね。でもそういうやっぱりね、こう目的のね、あの 目的が違う教科書を使って、えっ、ー、と、準備すると結構大変なんですけど、まあ、彩りの場合はね、もともと生活場面でのコミュニケーションを目標とした、えっ、ー、と、目標とした設計になっています。だからそういうね、その、まあ、彩りを使えば、その目標に向かって設計してあるので、まあ、教科書通りに使えば、っとコミュニケーション、教科書通りに教えれば、まあ、コミュニケーションの力が身につくようになっているので、まあ、まずは基本としてね、そういうふうにやってもらうといいんじゃないか で、やっぱりね、こう、あの、経験のある先生ほど、あの、なんかこう、いろいろアレンジしちゃ、したした,したがっちゃうんですね。それで、えっ、ー、と、例えばね、それをよく聞くのがね、その、彩りをね、あの、なんかすごい、こう、アレンジして教えるね。そのアレンジのことをね、最近業界では、魔改造と言ってですね。で、あの、彩りの授業で、こう、魔改造するね。それで、あの、教えるね。つまり、なんか彩りを使ってるのに、これまでのね、なんかこう、文系、アプローチの方法、 から抜けられないから、だから彩り自体をね、こう、なんかこう、魔改造して使う、ね、そういう報告がね、時々上がったですね。で、どんな例があるかっていうと、例えばね、まずやっぱりね、コミュニケーション、can do ではなく、文系が目標になってしまう。 ね。だから本当は、えっ、ー、と、この授業では、あの、機械の使い方を聞いて、えっ、ー、と、使い方が確認できるとかね。なんかそういう理解できるとか、そういうのが目標のはずなのに、今日の授業は、とです。ね。なんかそんな感じになっちゃうわけですね。そうすると、えっ、ー、と、ちょっとね、あの、どっちが先かわかんなくなっちゃう。それから、やっぱり先に文系を導入したり、説明したりしないと気が済まない人とかね、そういう人がいるんだで、やっぱりね、えっ、ー、と、文系の説明っていうのは後、あと、 ね、あ,とあとですっていうのが、えー、とこの教科書のポイントです。それから、音声のインプットが十分ではない。こういう例もありますね。あの音を聞かせないで読ませちゃったりするすね。つまり、最初に音声をたくさん聞くっていうのがね、この彩りのポイントなわけですけど、これをしないで、えっ、ー、と、原稿,なあ原稿と、スクリプトをね、配って、さえ皆さん読んでみましょうとかね、そんな風になっちゃうっていう場合もあります。 それから文法の説明で、えー、文献の説明で、キャンドゥと関係ない例文をたくさん与える、ね。まあ、さっき言ったようにと、ね、機械の使い方の話なのに、春になった、春になると桜が咲きますとか、この角を曲がるとコンビニがありますとかね、そういうのを、えっ、ー、と、たくさん与えてしまって説明する。それから、する必要のない文法説明をせずにはいられないって、ね。こういう先生もね、時々いるんですね。例えば、えっ、ー、と、なんでしょうね。タラとかね。奈良な、例えばじゃあ、ナラだったら、えっ、ー、と、 その旅行行くときにね、例えば富山に行くんですけど、ね、魚が美味しい店知ってますかとか、富山の視野なら、例えばここに行くといいよとかね、えっ、ー、と、なんか、えー、と地元でね、えっ、ー、と、美味しいレストランありますかとかね、おしゃれなレストランありますかとかね、そういう時に、なんかおしゃれな店がおしゃれな店がいいなら、なんとかというカフェはどうみたいな風にね、そういうね、あのアドバイスするときに、なんかこうね、相手の、 条件を聞いて、それアドバイスするっていうね、そういう時に、例えば、奈良っていうのが出てくるね。ねじゃあ、それはその場面では、そういう時にね、奈良を使えばいいんだなっていうのが分かればいいんですけど、なんかこうね、文法書、なんかこう説明して、なんか、とたらば奈良の違いみたいな、ね、なんかそういうのを、なんかこう、あの、 勉強してきて、で、聞かれてはないのにね、からこの授業でね、似た表現になんかタラとかはね、場がありますけどとかって言って、全県と後県はとかなんかね、えっと、なんか文末にはなんとか系が来ることができるとかね、なんかそんなふうな説明をね、ひたすらの、ね、したい人とかもね、時々いるんですけど、だからそういうことは別に必要ないってことですね、キャン d ができればいいので、えっと、まあ大抵はだからその文法 とかを使えば、えっ、ー、と、コミュニケーションができるよっていうね、位置づけなので、まあ、もちろんだからね、学習が進んだ段階で、じゃあちょっとね、似たような表現整理してみましょうねっていうこともあると思うんですけど、それはその授業でやる必要はないわけですね。だから、 ね、授業ではあくまでもね、キャンドルの達成が目標なので、えっ、ー、と、そういうね、使い分けとかは、後から整理するっていうね、方がいいんじゃないかと思います。でそれから、まあ、そうやってね、えっ、ー、と、説明をたくさんするので、ね、授業自体がね、こう、教師が説明するばかりで、えっ、ー、と、学習者が話す機会があんまりない授業になってしまったりとかする。 ね、それから、あとはあるのが、その文系練習で、キャンドゥとは関係ない例文を作らせる、ね。例えばね、さっきのながらだったら、じゃあながらを使って文を作ってみましょうとかって、なんか、5つずつ作らせたりね。そうすると、なんかねあの食べ、食べながら、なんか、 テレビを見ながらご飯を食べますとか、ね、あの音楽を聴きながら自転車に乗ってはいけませんとか、ね、なんかそういうね、えっ、ー、と、全然ね、あの、なんか祭りや行事とは関係ないなら作らせるとかね、そういうことも別にしなくてはいいですね。それから、あの、最後のロールプレイなんですけどね、あの、だから、本当はね、ロールプレイというのは一番大切なね、あの、コミュニケーションの,あのシミュレーションなわけで、えっ、ー、と、大切な、 部分なんですけど、ロールプレイをやらないとかね、そういう人もいるわけですね。えっ、ー、と、なんか時間がないからもういいやとかって言って、えっ、ー、と、そうやってなんか文系の練習を説明して終わりになってしまうとかね。それから、あと、シャドーイングなんですけど、そのシャドーイングが単なるテキスト音読で終わらせてしまったりとかね。えっ、ー、と、シャドーイングしないで、あの、書いてあるものを一緒に読んで終わりだったりとか、あと、そのロールプレイをするんですけどで、それがロールプレイなんじゃなくて、結局、会話の暗記。 会話を暗記してそれを発表するみたいなね、そういう授業になっちゃったりとか、あと、ロールプレイがその最後はね、本当は自分の本当に話したいことを話すという目標があるんですけど、それがその,、まあ、あの言葉を入れ替える練習で終わりになっちゃう例みたいなね、そういうのも時々ありますねだからまあその辺がこうね。 決して別にこういうね、魔改造をね、あのね、やりたくなる気持ちもね、わからないではないんですが、まあ、まずはそんな改造しないで、そのままね、あの、使ってみてもらえるといいんじゃないかと思います。その上で、あの、学習者の反応とかね、あの、現場ならではのその特性をね、と取り入れて、あの、ちょっとずつアレンジしていくみたいなね、方法でいくといいと思います。あの、もともと彩りっていうのはね、さっきのあの、 説明にもありましたけどあの、海外で教えるっていうことを想定して作られたんですね。そうすると、海外でね、そういう、これから日本に行く人たちを送り出す機関っていうのがあって、そういうところで教えてる先生っていうのは、必ずしもね、こう、十分な日本語教師としてのバックグラウンドを持ってなかったりすることもあるわけですね。なんか、あの、技能実習から帰ってきた人が急に、あの、お前教えてみないって言われて教えてるとかね、そういう時もあるわけなので、まいったそういう人たちでも、あの、教えられるような、 ね、あの丁寧なその指示になっているわけです。それから日本国内でもね、やっぱり例えば地域のボランティア教室でね、ボランティアのサポーターとして、えっと、協力してくれている、ね、先生なんかは、えっと、必ずしもやっぱり別にね、そういう日本語教育のバックグラウンドなくても教えられなければならない。まあ、教えるというかね、やっぱりその、まあ、ボランティアっていうのは本当はね、自分が協力するわけですね。つまりあの 困っている人がいるんだったら、自分ができる範囲で協力するっていうのが、ね、ボランティアなわけでね。だから、別にね、日本語を教えるから、ちゃんと日本語教授法を勉強しなくちゃいけないっていうことでもないと思うんですね。だからそういうでも、そういうあの、そういう人たちでも、あのまあ、スムーズに授業が進められるようになっているので、まあ、だから、それも、えーと、そういうユーザーの、ね、先生みたいなことも、えっ、ー、と、念頭において作られています。だから、まあ、そのまま進めれば、 えっと、一番ね簡単なわけですね。で、ま,あ、まとめとするとこう、彩りっていうのは、こうね、日本でのコミュニケーションの目標で、その目標を達成するための教材設計になっている。で、それが第二言語習得理論ね、SLA の成果に基づいている。で、まあ、基本的にはそのまま教えればいいね。ねだから、まあ、準備が授、授業の準備が結構楽だと思うんですね。今までの教科書から比べるとね、結構もう、 なんか事前に見回して、あの時間だけね、時間配分ちょっと書いておけばいいぐらいで、結構楽なはずだと思いますね。どっちかというとうね、授業の準備というよりはね、その場でこう、ね、臨機応変に対応するみたいなね、そういう教師力が求められるかもしれない。それでやっぱりね、こう何だってすべて無料でね、えーと、もちろん教材も無料だし、音声も無料だし、あとね、あのそういう教え方のねビデオとかね、あの いろいろ入っていますね。だからただそういうので、えっ、ー、と、まあ、無料でね、アプローチできるので、ま、ぜひね、この彩りを使いこなしてみてください。ということで、まあ、前半の説明編はこんな感じで終わって、えっ、ー、と、次の時間が、えっ、ー、と、あの、質問にお答えする時間にしたいと思うんですけど、えっ、ー、と、ちょっと間に、じゃあ5分ぐらいトイレ休憩とか入れたいと思います。 はい。それでは、えっ、ー、と、後半戦ということで、質疑応答編に鍛えています。えっ、ー、と、丸一となっているのは、最初にあの皆さんからね、えっ、ー、と、事前にお寄せいただいた質問に、えっ、ー、と、あらかじめ寄せていただいた質問に答えるというのが、えっ、ー、と、丸一で。その後で、えっ、ー、と、もしね、えっ、ー、と、時間どれぐらい余るかわかんないですけど、えっ、ー、と、まあ、皆さんがね、えっ、ー、と、今、なんか、他に聞き漏らした質問がある、あ、ある場合には、それをね、お願いしたいと思いますで。まずね、事前に寄せてもらった質問からですね。 えっと、いろいろありましたけど、まあ、文法に関するね、質問が多かったということで、文法事項はどのタイミングで説明するべきですかっていうありましたけど、まあ、これね、さっきの説明にね、結構入っていたんじゃないかと思いますね。彩りではこうやってね、文法は、あの、初めの、はめに会話を音声でインプットするっていうのがあって、その次に会話の内容を大体理解させる、ね。それから、えっと、文法形式に注目させる。ね、文、形に注目ってセクションですね。そこで文法形式に注目させて、これで文法の 意味や形について考えて、気づく、発見する、ね。このプロセスがありますね。その後で、えー、と自分で何か発見したな、こうじゃないかなって考えた後で、えー、と文法ノートの説明をこう自分で読むか、えーとまあ、先生が説明するっていうね。ここだからね、文法時間のタイミングで説明するべきだったら、まあ、ここに当たるわけですね。でその後で、まあ、文法ワークシートで、えー、と練習をしてもいいわけですね。これあの そのね、えっ、ー、と、文法ノートの直後に、えっ、ー、と、文法ワークシートです練習してもいいし、えっ、ー、と、文法ワークシートはもうね、あの宿題にして、ね、じゃあ、あの、今日の授業の後ね、えっ、ー、と、家でやってきましょうね、みたいな感じで、全然構いません。それから、えっ、ー、と、まあ、その後でそのね、文法に注目しながら会話をもう一度聞いて、最後にロールプレイで自分で使ってみるっていう流れになりますね。だから、基本的にはそうですね、えっ、ー、と、ここのね、えっ、ー、と、会話を聞いて理解して、 文法形式に注目して、それにいろいろ考えて、自分で発見した後で、えっ、ー、と、まあ、自分で読んでもいいし、先生が説明したりしてもいいみたいな、ね、ここに言えるっていうのが、まあ、一番、えっ、ー、と、普通の使い方だと思います。よろしいでしょうか。それから、そうですね。あの、文法に関してなんですけど、ね、あの具体的な質問ですね。なんか、手形や辞書形などの動詞の扱いをどうすればいいでしょうか、みたいなのがありました。えっ、ー、と、そうね、辞書形っていうのがね、あの、 あるんですけど、あの、彩りではね、最初にマス、マス形と辞書形を同時に導入していますね。だから、えっ、ー、と、会話の中に出てくるのはマス形だったりするんですけど、えっ、ー、と、辞書形も一緒に出てきます。それからそうですね、会話の中でもそうですね、あの、コーヒー飲むみたいな感じでもう最初に辞書形が出てきますね。で、えっ、ー、と、まあ、あの、会話の中ではね、マスの形が使われることが多いので、入門まではこうマス形と辞書形をこう、併記してね、えっ、ー、と、 言葉リストとかにも使ってるんですけど、あの初級以降はまあ辞書形が基本の形というね、えっ、ー、と、ふうに扱っていますで。結構最近の教科書ではね、こうやって、あの、投資を示すときに辞書形が基本の形で、えっ、ー、と、出すっていうことがね、普通になっているので、あの、まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょう。で、えっ、ー、と、 大切なのがね、あの、辞書形とかね、あと手形とかもありますけど、最初はまあ辞書形の形っていうのはね、聞いて分かればいいわけですね。例えば、飲むとかね、食べるとかってできても、これは別にあの意味が分かればいい。それから、飲むって言ったらなんか質問されてんだなとかね、飲みますかと、ね、同じような意味なんだなっていうのが分かればよくって、自分でね、飲みますから飲む、作れたりする必要はないわけですね。それから、手形もそうですね。えっ、ー、と、入門の第10回に出てくるんですけどね、手形がたくさん出てくるんですけど、例えば、えー、とちょっとその荷物、 取って、取ってくださいとかね、手伝ってとかね、えー、とこれ運んでとか、そういうのが出てくるんですけど、これはなんかね、あの、動詞の意味と、あとそれね、手って言われたらなんか依頼されてるんだな、みたいなね、そういうことが分かれば OK で、手形が作れるようになるのは、えっ、ー、と、もっと先のからね、具体的には、えっ、ー、と、辞書形とか定形っていうのは自分で作るのはあの初級以降になっています。だから最初は、えっ、ー、と、この形が出てくるんですけど、まあ別にね、あの、最初、入門段階ではまだ、あの、 理解できればいいということになります。だから、えー、と彩り終了後、A2 以降で扱った方がいい文法項目ありますかってことなんですけど、これはさっきも言ったようにね、文法ではなく、キャンドゥで考えないといけないということですね、えーと。この文法を練習するっていうのが目標にならないですね。つまり、まず最初に A2 以降を、ね、で扱うっていう、まず A2 以降のキャンドゥを目標にするわけですね。そうすると、その それを達成するのに必要な文法はっていうふうに考えたときに、じゃああれも必要、これも必要みたいな感じになってくるわけですね。 で、まああの実際ね、ねじゃあどんな文法があるのかって気になる人もいるかもしれないので、まあ、そういう時あのね色彩り以降、丸ごとと参照するとまあいいんじゃないかと思います。あの彩りはね初級2までですけど、丸ごとはその後初中級、中級、1、中級、2と続きますので、えっとそこでねえっと新しい文法っていうのも出てきます。えっと彩りでは使ってない文法項目として、まあ まあパッと思い浮かぶようなものだとしては、例えば、私益とかね、私益受け身とかね、あと、敬語ね、ね尊敬語、謙譲語みたいな、まあ、いわゆる初級文法の中に含まれていて、彩りには入っていないようなのは、まあ、こんなようなものがあります。それから、そうね文字が読めない学習者をどうすればいいか、ねそれから、ね、あの同じクラスに、あの漢字圏の学生と非漢字圏の学生がいるとかね、文字が読める学生と文字が読めない学生がいるとかね、それがどうすればいいかとか、あるいはそうね、あの 彩りのなんかローマ字を振ったバージョンがありませんかとかね、そういう質問がいろいろあったんですけど、えっと、まずね、彩りっていうのは基本的にはその日本での生活が目標になっています。だから、えっと、ひらがなとかカタカナぐらいは読めないと生活で困るよねっていうのがね、こう前提となっているので、まあ、最初にひらがなとかカタカナはこう一生懸命勉強しようよっていうね、そういう。 姿勢なんですね。だからまあ、ぜひ、ひらがなとカタカナはね、自分で、えっ、ー、と、勉強するといいんじゃないかと思います。でも、あの、実はね、ローマ字フリガナ版っていうのがあってね、それが、あの、入門の1日から10課までなんですけどね、これが、あの、海外で教えてる先生が自主的に作ってくださった。 教材なんですね。で、それが、えっ、ー、と、みんなの教材サイトっていう、やっぱり基金で運営しているサイトがあるんですけど、そこでこうシェアされています。じゃあみんなの教材サイトに行って、えっ、ー、と、彩り、ローマ字って振ったあの、検索したら、それが出てくる。で、それは、あ,あの、自由にダウンロードして使っていいことになってますので、まあ、 どうしても必要な人はそっちを使ってもらってもいいんじゃないかと思います。あの、彩りっていうのは、あのね、国内、日本国内とか、これから日本に行きたい人で、ね、えー、使うといいって言いましたけど、実は海外でもね、結構使われていて、やっぱりそれはこう、タラで手に入るとかね、えっ、ー、と、加工をしても大丈夫、著作権的に緩いとかね、そういうのがあって、特に最近、のコロナでオンラインの授業が、 一般的になりました。でそこで、えっと、かなり使われてるんですね。で、海外の場合だと、そんなにひらがなとかカタカナは別にいらないけど、彩り使いたいっていう人がいて、まあ、そ,ういうそういう需要があって、まあ、有志の先生が作ってくれたものがありますね。で、あと、そうですね、あの、カナを練習する場合には、あの一応そうですね、まあ、教室でやってもいいんですけど、基本的にこんなカナぐらいは自分で勉強すればいいじゃんってことで、えっとまあ、アプリでの自習っていうのを推奨しています。で、金で作った、えっと、 カナ教材で、ひらがなメモリーヒントっていうと、カタカナメモリーヒントっていうのがあります。これはの、あの、アップルストアとかね、グーグルなんとかで、えっと、ダウンロード、探してもらえるといい、いいと思います。で、こういうのを使って、こう自分で練習するみたいなことが、えっと、いいんじゃないかと思います。それから、その、ね、さっき、あの、サポート教材の話が出ましたけど、えっと、彩りはそうやって、あのね、あの、著作権的に緩い。 で、二次利用が OK で、作成した教材の公開も OK なので、世界のね、日本語の先生がサポート教材を制作して、あ作成して、こう、シェアしてくれてるんですね。で、さっき言ったね、ローマ字付きの入門なんかもそれに当たります。ね、あの元のやつに自主的に先生たちがあのローマ字を付けて、こう、シェアしている。で、そういう教材っていうのがね、実は世界にたくさんあって、えっと、例えば、箱とのパワーポイントのスライドなんかもね、えっと、 シェアされていますそれから、過去との共案だったり、えっと、授業の動画だったりね、それから、例えば他の教材ですね、みんなの日本語とか元気との,この文系対象表で、えっと、この彩りのこの科に出てくる文法は、例えばみんなの日本語ではここに出てくるとか、あれは元気でこの科に出てくる文法、何という文法は彩りではここに出てくるみたいなね、なんかそういうのがあったりします。それから、ね、この、なんか生活日本語ティップスっていうね、あの文化の教材があるんですけど、これを、あの、なんか合成音を、 公正のサイトでこう音声にして、でその音声をこうあの公開しているとかね、そういう場合もありますね。それから、えー、と自習用に、ね、あの練習問題を Google フォームで作って、の PC の上であの練習できるようにしたものとかね、そういうのがあります。こういうのはね、えー、とみんなあの彩りサイトの,あの 付属教材資料の中、一番下の方にね、あの公式以外の、えー、と付属教材とかね、なんかサポート教材みたいな、そんな名前ちょっと忘れちゃいましたけど、そういうのがあって、そこにいろいろ出ていますね。あの海外の、ね、JF のセンターが作ったものもありますし、そういう一般の先生方が作ってシェアしているものとかもありますので、ぜひ見てみてください。 それから、次はですね、漢字の扱いですね。漢字、漢字をどこまで教えたらいいですかとか、あの、漢字の言葉、えっと、どうやって教えたらいいですかとか、まあ、いろんな広、広い質問がね、いろいろありました。で、彩りの漢字なんですけど、彩りでは基本的にはね、漢字を手書きすることは求めてないですね。基本的にこう、読めればいい。それから、単語の単位で意味が分かればいい。それから、えっと、キーボードやスマホで入力ができればいい、ね。それから、えっと、 まあそういう、そういうレベルをね、あの、求めてるんですけど、まあもちろんね、否定するわけではないので、手書きに興味がある人とか、ね、手書きしたい人は自分で自由に練習してもらっても全然構いません。ね。だけど、別にね、共用はしなくてもいいわけですね。だから、まあそうですね、実際にね、日常生活の中でね、漢字を手書きすることっていうのは本当に優勝ぐらいであって、ね、あとはまあそんなにないわけですよね。 で、まあ、もし必要だったらね、あのローマ字で書いてもいいし、ひらがな、ね、全部ひらがなで書いてもいいわけだからね。だからまあ、それ、そうやって、特には求めていない。むしろ、キーボードとかスマホでね、入力。 できるっていうことが目標になっているので、そこはこの漢字の言葉とかでね、キーボードやスマホで入力してみましょうみたいな、そういうコーナーがありますね。それから漢字についてはね、あのさっき紹介したね、ひらがなメモリーヒント、カタカナメモリーヒントね、あの続編として漢字メモリーヒントっていうのがね、1から3まで出ています。これもともと丸ごとのね、漢字をえっと練習するために作られたね、あのアプリで、えっと、 入門から初級に対応しているので、まあ、彩りにもね、大体対応していますね。だから、こちらを利用して、えー、漢字を自習するっていうこともできると思います。それからもう一つはね、彩りオンラインコースっていうのがあって、彩りオンラインコースの中にも、のね、練習コーナーがあって、そこで漢字の練習をすることができるので、それを使ってやってみるのもいいんじゃないかと思います。 で、彩りオンラインコースに関してね、えっ、ー、と、まあ、この授業外に自宅で勉強できる教材は何がいいですかっていう質問があったんですけど、やっぱりもね、その彩りオンラインコースをぜひ、あの、お勧めしますね。あの、基本的に彩りの内容をオンライン化したものなので、えっ、ー、と、まあ、授業の後にね、えっ、ー、と、復習してみるっていうこともできますよね。まあだから まず、あ、一人であの学習を進めることが前提になっているので、自習に最適なわけですね。で、コンピューターとかね、スマホとか、そういうので自分であの練習できる。で、そうやってさっき言ったようにね、えっと、授業の後に宿題として、じゃあオンラインコースでもう一度復習しましょうっていうこともできるし、あるいはその、これからやる内容について、例えば、ね、言葉の準備は自分でね、えっと、見てくださいとかね、で、授業ではあの会話からやりましょうみたいな、ね、そうやって反転授業みたいな形でもあのできるようになっています。 ぜひ、このね、オンラインコースとセットで、あの、彩りを使ってもらえるといいんじゃないかと思います。こんなやつですね。えっ、ー、と、まあ、自分で一人で学習を進められる。それから、えっ、ー、と、語彙、漢字、文法、表現などの言語知識のね、練習コンテンツっていうのがですね、そういうのを、えっ、ー、と、本編とは別に、この、なんか、必要な知識だけ練習したい。例えば、自分は、えっ、ー、と、語彙が苦手だから、語彙の練習をたくさんしたいとかね、そうやって合わせて練習することができる。 それから会話の練習もね、なんかこう動画に向かって話しかけたりするね、そういう練習もあるので、これもぜひ一度見てみてください。とからそうですね、懲戒タスクの扱いについてですね、懲戒タスクは、えっ、ー、と、どれぐらい聞かせたらいいのかとか、あれなんか難しいんじゃないでしょうかとかね、そういう、えっ、ー、と、質問がありました。で、懲戒タスクっていうのは、やっぱり、まねさ、先ほどもね、えっ、ー、と、説明しましたが、まず音声インプットが大切で、必ず音声を聞かせることが必要ですね。 それこそね、教室なんかではね、結構あの、どうやって聞かせたらいいか迷う場合もあるんですね。例えば、ね、小グループがこういっぱいある場合には、ね、音声聞かせ、どうやって聞かせようとか迷ったりしますけど、なんかこうね、自分でこうスマホで聞かせたりとか、そういうふうにやっている場合もあるね。やっぱり音声聞かせたいっていうのは、やっぱり趣旨とかだいぶ外れてしまいますので、音声を必ず聞かせるっていうことが大切。で、音声聞かせる場合には、ま、まずはやっぱりスクリプトを見ないで聞く。ね だから、えっ、ー、と、内容が理解できれば、イバは聞き取れなくても良いってことですね。だから、ちょっとむ、ちょっとぐらい難しくても、大体の内容が分かればいい。だから、分かるまで何回聞いてもいいですね。えっ、ー、と、クラスによって、例えば、もしかしたらね、えっ、ー、と、一回聞いたらもう全部問題が解けるかもしれない。そういうクラスでは何回聞かせる必要もないんだけど、例えば一回聞いて全然分かんないとかね。かそういう場合には、じゃあ、ここの部分に注目して、もう一回聞いてみましょう、みたいな感じで。 なんかね、例えばお祭りがいつあるかだけが分かればいいみたいなね、そういう感じで、一回一つの部分に注目して聞く。で、次にもう一回聞かせるみたいな感じで、繰り返し繰り返し聞くっていうこともできると思います。やっぱりそれが聞き取れないと話,話せるようにはならないわけなので、ね、やっぱりこう聞いて理解するということが大切。それからこう、ね、質問形式で理解をチェックするっていうのもいいわけですね。あのもちろんね、質問はその本文のタスクに出てくるんですけど、 それ以外にね、例えば、えっ、ー、と、例えばフィリピンのクリスマスはね、えっ、ー、と、何を食べますかでもいいしね、どんなことをしますかとか、なんか、えっ、ー、と、それから、何すよね、豚の丸焼きを食べるのはどこの国でしたかとか、何でもいいですけど、こうやって、なんか自分でね、質問を考えて、あの、聞いてみてもいいわけですね。から、えっ、ー、と、やっぱりね、スクリプトを見るのは最後に確認のために、えっ、ー、と、 スクリプトを見るということで、最初からね、スクリプトを見るっていうことはちょっとしない方がいいわけですね。まあ、ここでね、そういは、やっぱりこう、何回聞かせたらいいかとかね、もう一回聞かせるべきかどうかとかね、そういうのは、なんかこうね、あの、彩りの授業で、まあ、教師がね、こう判断するね、そういう大切なね、ところじゃないかと思います。 それから、えーと、形に注目は書かせた方がいいかね。さっき下線にこうやって、ね、字で書きましたけど、これ書かせた方がいいかっていうね。えー、ともちろんね、書かせた方が注目しやすい。それから、形もチェックできるわけね。例えばね、あのながらって、ね、書かなくちゃいけない。なん実は書いてみたら、ながらって書いてあったりとかね。そういう場合もありますよね。なんかね、年によって違いますとかってね。あ年によって違いますって口頭で確認したら、よってってちゃんと言ってるけど、実は字で書いてみたら、年によって違いますになってたりとかね。結構そういうい あるので、まあ、形もチェックできるので、まあ、書かせたらそういう部分がね、えー、とチェックしやすいんじゃないかと思います。ただし、まあ、今その環境次第、臨機応変に対応してくださいね。引き揚がないとかねあの、書く机がないとかね、そういう場合もあると思うので、まあ、その辺はあは先生方で対応してもらえるといいんじゃないかと思います。それから、模用訂正のタイミングですね。えー、と例えば、練習してるときに学生が間違った、日本語を言った、そういうときにどういうふうにタイミング で直せばいいのか、まあ、これこそはね、あのそれこそあのプロの先生方のねあの腕の見せどころじゃないかと思うんですよね。だからね、その流れ、授業の流れとか、あとそうですね、その学習者がどんなえっと風ななんかビリーフを持ってるかとかね、いろんな面を考えて、ね、やることがあると思います。 でまあ、基本的にはやっぱりね、こうロールプレイの練習なんかではこう、まず言いたいことが言えるっていうのが目標なので、だからまあその場ですぐ訂正する必要はないんじゃないかと思いますね。例えば、自分の国の祭りについてね、えー、といきなりなんかね、こう中国ではな、なんか春節、春節が、なんか、えっ、ー、と、 有名ですっていうのをね、なんかこう、春節は有名ですとなって、和じゃなくて、画だよとか、急にそこでねこう会話を遮って、なんか定定するとかね、そんなことは現実的ではないわけですよね。まあ、よくやられてるのが、例えば、 えっと、そうね、ロールプレイはクラスでね、こうバラバラにやってで、その後ね、さあ、どんな、えっ、ー、と、こと話しましたかみたいなことで、なんかこう代表者にね、何組かや,やってもらうときに、なんか、あの、それを聞いた後で、あの、あそこの部分はこういう、どういう意味でしたかみたいな感じで、ちょっと訂正したりとか、あるいはなんかね、あの、クラスの人たちが、こう、 それぞれやってるところをなんか先生がこう回って、なんか気がついたものをちょっとメモしながらね、いて、で、最後終わったところで、えっ、ー、と、あるグループがこういうふうに言ってましたけど、これは正しいですかとかね、どう、どう言ったらいいですかみたいな感じでフィードバックするっていうね、そういう方法もあるんじゃないかと思いますね。で、シャドーイングがうまくできない。ね、シャドーイングがうまくできない。これは、 えっと、本当に人によって違うんですね。あの人によってなんでシャドーイングができないのかが不思議みたいな人もいるわけですよね。あのね、繰り返せればシャドーイングの方が全然簡単じゃんっていう人もいて、あるいはなんかすごい難しいっていう人もいて、これは本当に人によって違うんですけど、まあそうですね。 あの、できない場合には、まあ、めは文字を見ながらでいいですね。さっきもやりましたけどね。初めは文字,文字を見ながら、音声が聞こえたタイミングでそれを繰り返すみたいな練習をして、それから、それが、ま、できるようになってから、後で、えっ、ー、と、今度は文字を見ないで、音声だけを使って、音声を聞いてすぐシャドーイングするという練習をね、やってみるっていうことが、えっ、ー、と、まあ、シャドーイングができるようになるね、練習の一つですね。それで、えっ、ー、と、まあ、大事な点としては、こうね、あの、 自分でつぶやくだけなんですよね、シャドウィングっていうのは。だから、他の人に聞こえるように大きい声で話さなくてもいいんですね。だから、あのブツブツね、自分でつぶやくというのが、まあ、ちょっとポイントで、これができてないと、なんかすごい大きい声で言おうとして、なんかその聞く音が全然聞こえなくなっちゃったっていうね、そういう場合で、シャドイングができないっていうね、ケースもあるみたいなので、なんかそうやってね、自分でつぶやくだけでいいんですよっていうことを、ちょっとね、あの、確認するといいんじゃないか それから、えっと、リピートになってしまう人が時々いるので、まあ、リピートになってしまわないように、もう音が聞こえたら同時にそれを話すというのがポイントですね。で、割とそうやって、まあ、何回もやればね、えっと、慣れる人がほとんどですね。で、やっぱりそれでもわかんない人は、例えば一つの方法としてね、学習者の母語で練習してもいい。これは、シャドーイングっていうのはこういうことだよっていうので、音を聞いてやるのでね、まあ、日本語でやる前に、例えば、まあ、何人でも例えば、ベトナム。 人人の人だったら例えば、まずはベトナム語の音声を聞いてシャドーイングしてみる。自分の母語でね、シャドーイングしてみる。それを、それで、まあ、なんか、えっ、ー、と、感覚がつかめたら、じゃあ、今度はじゃあ、日本語でやってみましょうみたいな感じでね、ちょっとあの段階を置くという手もあるじゃないでしょうかね。ね、あの、シャドーイングっていうのはね、こうやって、あの、本文に、教科書の中に出てくるのは、あの、会話の、あの、 吹き出しの部分だけなんですね。だからそれだけでもいいんですけど、もちろんこれがね、できるようになったらね、えっ、ー、と、その、それ以外の部分ですね。例えば会話を聞いて理解しましょうみたいな部分の、その会話自体を全部シャドーイングしたりとかね、そういうふうにすると非常に効果的です。だから、あの、できるだけシャドーイングができるようになったら、あの、たくさんシャドーイングをするというね、させてみるというのが、まあ、ポイントかもしれません。 それから、えっ、ー、と、キャンドゥチェックですね。キャンドゥチェック、振り返りはいつ行うのかね。あの、授業のさい最後にね、さっき行いましたけど、これは別にいつでもいいですね。あの、その活動が終わったらすぐにね、えっ、ー、と、キャンドゥチェックをしてもいい。そのキャンドゥの、えー、とチェックをしてもいい。それから、課ごとにまとめてやってもいいですね。えっと、第7課が終わったら、第7課のキャンドゥを全部やるってもいいし、トピックごとにまとめてですね、例えば、この間の食べ物の話がね、ね2課ありますけど、それで終わったら、この、 まとめてチェックするっていもいい。それからさっきも言いましたけど、えっと、楽器の最後にとかね、あるいは、えっと、楽器の、ね、中間と最後とかね、そういうなんか振り返りみたいなね、そういう時間に、えっと、行うことも可能ですね。そうすると、まあ、例えば授業の後にも行って、そういう振り返りのね、楽器の最後とかにも行うことによって、こうやって異なる時期の企画が可能になる。例えば、えっと、授業で終わった時にはまだ難しいと思ったけど、なんか今にして思ったらそんな。 えっと、難しくないな、みたいなね。そうやって自分の進歩っていうのが分かる場合もあります。それから、各国語版ですね。各国語版の今後の予定。それから、そうね、あのその各国語版にない言語の和者がいたとき、どうするかってことなんですけど、ねまあ、今、これだけ出てますね。あの今、出てるのは英語がオリジナルで、それ以外にもね、この言語が出てるんですね。で、これからの予定としては、ベンガル語、ラオス語、ヒンディー語があの今、あの作業しています。 で、もしかしたら、まあ、それが今出るかどうかわかんないですけど、これ、どんな基準で選ばれてるかっていうと、これはさっきも一番最初にお話しした、あの、特定技能の対象国の言語なわけですね。あの、その国と、えっ、ー、と、条約を締結して、特定技能のビザが発給できる国の言語を積極的に、えっ、ー、と、作っています。だから、えっ、ー、と、そうですね、あの、ネパール語とか、ね、えっ、ー、と、 クメール語とかね、えー、とそういうのウズベク語のとだったかなそういうのが、えー、と出版されているわけですね。それからベンガル語とかラオス語とかヒンディー語なんかも、これからあの多分そのあの、特定義の対象国になるのかもなったのか、ちょっと忘れちゃいましたけど、それで、えー、と増やしていってるわけですね。で、それ以外に、ね、例外的に作られているのがですね、例えば韓国語とか、ポルトガル語もそうかなあとスペイン語とかね、なんかそういう、ね えっと、フランス語もそうですね。そういう言語もあって、これは特定技能の対象とは何も関係ないんですけど、なぜ作られているかというと、やっぱり需要が多いですね。で、需要が多くて、しかも、あの、JF、国際交流基金の、その海外のその拠点が、えっと、翻訳作ってもいいよって言った国の、そういう言語は、えっと、特定技能とは関係なく、あの、各国版が出版されていますね。だから、 えっと、質問にあったのは、ね、アラビア語なんですけど、アラビア語は、だからそうですね、将来なんかアラビアでなんか彩りがいいみたいな、機運が盛り上がったら、もしかしたら、えっと、ジェフカイロが作るかもしれませんけど、今んところその予定がありません。で、だから、これだけあって、そうですね、なんか、どうし、それがないと何語使ったりいいですかって、もう、まあなんか、こん中からできる、ちょっとでもできるやつを選んでっていうぐらいしかないんじゃないかなって気がするんですけどね。 中にです。それで、そうね、あとそう、ね、丸ごとの関連性について、ね、丸ごととの関連性。丸ごととなんか緩やかに関連してるって言ってるけど、えー、とどんなふうに関連してるんですかとか、あるいはそう、えー、と丸ごとと彩りだったらどっちを使えばいいですかとかね、えーと、どう違うんですかみたいなね、まあ、そういう質問なんですけど、まあ、基本的にこの丸ごとっていうのはね、えー、とやっぱりこのうちの、ね、国際交流基金で作った、えー、と日本語の教材の一つです。でえーと 彩りはタダであのダウンロードできますが、丸ごとっていうのは、えっと、普通の出版された教科書ですね。紙の媒体と、あとその、Kindle の電子媒体、電子書籍としても発行されています。で、えっと、まあ、基本的に丸ごとっていうのは、この彩りと共通の理念によって作成されています。共通の理念って何かっていうと、えっと、JF 日本語教育スタンダードの理念ですね。えっと、えっと、その CANDO を目標とした行動中心のアプローチによって作られています。 れからさっきも言ったように、えー、と第2言語習とですね、SLA に,に基づく授業の流れになっていて、まあ、言語と文化の2本柱を目標にしているというね、これが、えー、と彩りと丸ごとで共通した、えー、と特徴です。で、その両者を緩やかに関連しているんですけど、何が具体的に関連しているのかというと、まず、えー、とトピックが共通してですね、えーと 具体的にあの完全に一致してるかってことではないですけど、JF スタンダードにはあの15のトピックっていうのがあって、例えば、えっとなんね、食,食生活に関することとか、旅行交通とか、なんかね、そういう環境とか、なんかそういういろんなトピックが15個あって、それを、あのまあ、あの 丸ごとと彩りでは共有しているということです。だから、なんか食べ物の皮この辺とこの辺とこの辺に出てきたなっていうのは、やっぱり彩りと丸ごとでは場所が大体一致しています。それから、大まかな文法項目の割り振りとして、特に最初の方なんですけどね、えっ、ー、と、最初の方に例えば何とかは何とかにありますとか、なんかそういうのをやったりとか、そういうのが大体同じぐらいの蚊で出てくることになっています。もちろん、あの、キャンドゥ自体はね、丸ごとと彩りでは 違っていることも多いので、そういう時には、あの文法項目もね、違ったものが割り振られていることがあるんですが、まあ、大体、あの、順番とかね、どの辺で出てくるかみたいなのが、まあ、緩やかに共通しているということが言えます。で、えっ、ー、と、もともと、こうタ、ターゲットとする、そう、ね、想定するユーザーが、えっ、ー、と、彩りは、こう、さっきも言ったように、日本で生活している人とか、これから生活する人っていうのがターゲットになってますが、丸ごとの場合は、もっと広い、ね、えっ、ー、と、 海外で趣味で日本語を学ぶ成人学習者など、幅広い層ですね。だから、えっと、これから日本に旅行に行きたい人もいるかもしれないし、えっと、なんでしょうね、えっと、全然日本に行く予定はないけれども、なんか、老後の楽しみとして、ちょっと外国語をやってみようかなって思ってて、なんか日本に興味があったとか、あるいはなんかアニメですごいあの日本が好きなので、なんかちょっとそこに出てくる、なんか、 日本語っていうものを勉強してみたいとかね。なんかそういうすごくいろいろ幅広くて、基本的には彩りは国内、国内向け、ね、で、丸ごとは海外向けで作られているんですけど、まあいや、両方をね、使ってもらうこともできますね。実際にその彩りと丸ごとをこう混ぜて教えている学校なんかもありますね。あの、彩りを使いつつ、丸ごとの活動を取り入れるとかね、逆に丸ごとを使いつつ、彩りの活動を取り入れるみたいなね、そういう例もありますね。それから丸ごとが 1一冊終わった後、彩りをいざになって、まあ、さらに丸ごとを次,にあの次の段階にまた使うみたいな、交互にやっている場合もある、ね。いろんな場合もあります。で、えっとまあ、丸ごとと、ね、比較した場合の彩りのメリットとしては、まあ、例えば無料だったり、ね、あと入手が容易にね、買ったり注文したり取り寄せれたりする必要がないわけですね。それから、えっと、著作権的にまあ自由度が高い。 これが、丸ごとはそうですね、売り物の教科書なのでね、なかなかあの改変したりとかね、あのパワポに貼ったりとか、難しいんですけど、彩りはそういうのが自由にできる。それから、サポート教材の充実が結構ね、充実している。これはオフィシャルなやつもあるし、その一般の先生がね、作ってくれたものがシェアされていたりするので、まあ、そういうのも結構使える。それから、各国語版の数がまあより多い、ね。もちろん丸ごともあるんですけど、あのそんなにたくさんはんですね。 それから文法ノートとか日本生活の Tips っていうのが、えー、とコーナーとしてあるので、こういう部分を使うことができる。それから、あとはそうね、文法の明示的な説明なんかはね、あることにはあんまりなかったりするので、そういう部分をこの使うことができますね。それからそうですね、さっきも言ったようにねあの、より細かなタスク指示があるんですね。あの経験の浅い先生でも教えられるように、あの 割とね、次に何に聞きましょう。最初に何に聞きましょう。次に何に聞きましょうで。次はここの部分に注目してとか、なんかそういうのが、割とね、細かくたつく指示がしてあるので、割と誰でも授業が進めやすくなっています。で、えっと、もう一つの特徴としてはね、彩りっていうのはこう丸ごとよりも、実際の生活場面におけるコミュニケーションのオーセンティシティを一層強く思考しているで。どういうことかっていうと、なんかやっぱりこうね、あの、 丸ごとの場合は、こう、趣味で勉強する人とかね、そういうのもいますので、あまり脱落させたくないんですね。だから、ちょっとこう、ある時はなんかちょっと、ほわっとした、なんかこう、活動になっていて、あの、そんなに難しくなくできるかもしれない。でも、彩りの場合は、必ず、それは日本の中のどんな場面で、どんな目的で話しているのかっていうのを、必ず、こう、 考えられているんですね例えばこれあの部屋に何があるかっていう活動なんですけど丸ごとの場合はこんな感じで1私の家には部屋が一つありますベッドがありますエアコンもありますテレビはありませんまあこんな感じでね部屋にあるものを説明してるんですけどじゃあこれって 誰に対してどんな場面で何のために話してるんだろうって考えるとちょっとあれって思うじゃないですかね。つまあ割とそうやってね、えっ、ー、と、丸ごとの場合は、えっ、ー、と、割とこうふわっとしたシチュエーションっいう時々あるんですね。それに対して彩りの場合は同じようなじだが。1これ、冷蔵庫です。みんなで使ってください。はい。あのー、 電子レンジはありますかあります。ここです。すみません。トースターはありますかああ、トースターはありません。そうですか。炊飯器はありますかはい。ここです。わかりました。こんな感じでね。えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、これから寮に入る人がね、えっ、ー、と、寮の人が、あの、 これから寮に入る人を案内して今はこれ、台所について説明しているということで、なんか電子レンジンありますかとか、トースターありますかみたいな話であの、会話でしているわけですね。つまりこうやって、えっ、ー、と、彩りの場合は必ず、その日常の、日本の生活っていうのが、えっ、ー、と、想定されている。だから、まあ、あの、より丸ごとに比べると、ちょっと、 あの、スパルダといえばスパルダなんですね。えっ、ー、と、ちょっと難しいことも入っているんだけど、まあ、あの、日本の生活に、まあ、より直結しているということでね。まあ、そうやって、だから日本で生活する人は、まあ、彩りを使、使えばいいんじゃないかと思います、ね、ということで、えっ、ー、と、こんな感じで良いでしょうか。 えっと、事前にね、いただいた質問については、こんな感じなので、なんか、補足の質問がある人とかは、えっ、ー、と、してください。で、その後で、えっ、ー、と、関係ない、えっ、ー、と、関係ないというか、あの、今日聞いてて、新たに疑問に思ったとか、あるいは前から疑問に思ってるんだけど、今回、あの、出さなかったとか、まあ、そういう人は、あの、ぜひ、今の時間で、あと10分ぐらいですが。はい、どうあの、えー、ちょっと耳の痛い、えー、とご指摘もあったりとかして、 大いに、はい、反省させられたんですけどあの例えばですね文系の導入の時は文系導入ではなくてとにかく文系,系をこう扱う時に。あの 何かついそれこそ都の例を出されましたけれど、あの機械の説明だけやればいいのに、なんか春になるととか、道案内の都とかをついついこう入れてしまって、私はいたなと。で、そういうのはやっぱやめ, <laughs> やめといてくださいというか、まあ、やる必要はないということは、もうあのご説明でよく分かりました。だからまあ今、今後は、えっと、そういう余分なことはやらないと、<laughs> キャンドゥに沿った、えー、っと授業あの文、文法の扱いに。 えとしていいいきたいと思います、はい、あのその点は一番反省しました。い。<laughs> <laughs> なんか他に皆さんありませんかえっ、ー、とど、どなたでもよろしいので、チャットに質問を書いていただけましたら。チャットに書いてもらってもいいし、あのもうあ。あ、音声でも。でそういう人はあの、もう音声で割り込んでくれても全然 <laughs> あ。割り込んでいただいても。<laughs> あの どちらでもじゃああ,のありがとうございました。ご説明していただいて非常に分かりやすく聞かせていただいたんですけど、あのちょっと実は個人的にあの彩りの方も、はい、あのテキストというか書籍の形で欲しいなというふうに思ってたんですが、ちょっと今の状況では難しいということでしょうかこれ、ねまあね。要望がたくさん寄せられているんですけどね、やっぱりあの本の形で売って利益を出すのが。 非常に難しいわけ。はい、利益を出してはいけない契約になっているので、はい、それをどういう風にすればいいかっていうのが結構問題になっているので、まあ一応本の形にするのは自分で PDF で印刷、<laughs> まとめて金講図かなんかでやってくれると、一冊いくらぐらいでできんだよう結構そう,そうですね、なんかそういうサービスもあるので、やってる人も実際にいます。自分で印刷しましたって。 いますね、ただね、彩りの場合はやっぱりそうやってあのもう紙にする予定がなかったので、なんかも,うものすごいなんかね、ページの贅沢な使い方をしてるんでね、<あ>どうせあの印刷しないからね、<あ>もうちょっと字が入れなかったあじゃあこれもう全部次のページ送ろうとか、そんな感じで作ってるので、かなりやっぱり印刷するとこう、なんか昔のなんか少年ジャンプとか、それなりにドバってこう分厚いものができるから。はい。まあ、要望は聞くので、はい、はい。ありがとうございます結構課題とさせてください。 はい。ありがとうございました。他にどなたかありませんかあ、はい、と、はい、と、V シャ出てきました。はい、あの、ごめんなさい、ちょっと。 一つの日にかける時間をどれくらい想定されてますか。これは多分ね、オフィシャルスページにね書いてあったと思うんですけど、あんまり覚えてないんだけど、全部で2はい、そうで全部で240時間なので、えっと一か何一か最低三時間というふうに前あのえっと50えから180分ぐらいですね、はいというふうにお聞きしたんですけど。 これね、大体それが基本になってます。ただ難しいのは、えと彩りの場合はあの、蚊によってキャンドゥーの数が全然違うんですね、うんあの。なぜか、なぜ揃ってないのかっていうと、まずその生活日本語キャンドゥーを、この彩りという教材に落とし込むときにあの、例えば、あの病院の会話とか、災害の会話とか、キャンドゥーはたくさんあるんだけど、 彩りでで取り上げるかがつつか2つしかしないわけですよね。だけど、例えば趣味について話す蚊はすごくたくさんあるのに、あの生活日本キャ趣味について話すキャンドルがそんなになかったりとかしたり、そう,いう,そうすると、やっぱり蚊によってこう数のバランスとかあるので、あのだから、まあ、同じ時間でできないっていうのが前提になってるんですけど、まあ、その辺は、だからあのいらないやつをやらないとか。 やってもらえるとといいいんじゃないかなかあるいはそうねたくさん時間かけるんだったら別にかかった時間をそのまま使うのもいいんじゃないかと思うんですけどやっぱり一番まずいのはそうですねだからあ時間がないからなんかロールプレイ時間がないね終わりみたいなとかね時間がないから音声聞かせないで読ませるだけにしようとかってそういうのはちょっとあのできればやめていただきたいなみたいなはいあよくわかりましたえっと あのはい、こちらとしましてもあの、来年度は少しちょっと時間、あの1コマにかける、一コマで、1家にかける時間を長くしようと思っていますので、はいあの、ちょっと今まではかなり先生方も苦労されていたと思っています。あと、もう一つ、ロールプレイの時の学習者さんのボキャブラリー不足で話が広がりません。

それを理解できたら日本語で教えてあげてもいいし、あるいはこう自分でこうスマホとか自動翻訳とかでまあこういうことを言えばいいのかっていうのを調べて、それをその場で言ってみるのかね。これでもいいんじゃないかと思うんですね。単語レベルで調べてもいいし、もう本当にこう文として母語を打ち込んでこう日本語にしてみて、なんかそれを使ってみるとかね、なんかそういうのでも全然構わないと思うんですね、やっぱりね。 はい、よく分かりました。あ,のある程度はこちらが与えるということも必要かなと思いますし、あの調べることも全然悪くないので、うん、あの携帯とかで調べて、語彙や表現を拾って使えるようになれば、それでいいかなというふうに分かってます、うん。やっぱりそうね、学習者ごとに話したいことは違うし、やっぱり話したいことを話すっていうのがとても大切なのでねそれ、そういうのにつながるといいんじゃないかと。か。はい、よく分かりました。 うもううん、何か質問あ、えっと、ありがとう。い<や>他に質問がないでしょうか。多数の言語の翻訳を入れますかロールプレイの設定などとても大変です。<ー>いい方法がありますかとあります あそうですね。全部、パワーポイントに全部の言語を入れると、たぶんとても大変になると思うので、パワーポイントには普通のあの、なんか英語版だけ示しておいて、各字の手元になんか、あの、その自分の母語のバージョンを持ってもらって、うん、はい、ここ見てね、みたいな感じ、ここ読んでね、みたいな感じでやる方法が結構採用されている気がしますね。 それかもし自分のところだけなんかこうねガーッと抜き出すと抜き出してパワーポイントを作るというのはも,もしかしたらそういう方法もあるかもしれないですけどあそうあのロールプレイごとに全部その各国語各国語を入れるというのは、まあ、先生の作業も大変ですし<う>学習者にその各国語版のそのサイトを見せてでそれその学習者はそれを見ながらまあ,あの携帯なりで見ながら授業を受けるという形で 十分かなとかいけるかなと思うんですけど。文法説明なんかもそうですよね。だから文法の音ト見てみましょうとかって。ね、そこの部分は、はい、じゃあ各自でこう読んで <laughs>、はい。そうですね、はい、もう文法説明もそのあれなんていうか、こちらとしてはその、えーとまあ、英語版なりをこう示す。 うん、ことが多いと思うんですけど、えっと学習者は自分の手元でそのかっこ番を読めばよりよくわかるかなと思います。ねはい、はい。あの1つお聞きしてもよろしいですか？<い>あの、えっとね。ですね。語彙リストなんですけど、はい、語彙リストが今確か5か国語を出ているという風うに。 去年11月ぐらいにですかお聞きしたんですけど、はいはい、その後増えたりとかしてますか、ね、ああちょっと把握してないですね。あそうですか、ね、各国語版がこう<な>いろいろな国が本当にたくさん先ほど見せていただいたんですけど、ご、はい、彙リストはなんとかまだ間に合っていないとか、追いついていないように。えっと、そうですね。てて基本的にそういう各国版は、はい、あの JF の海外事務所のあプリ、ね、そこで作ってくれるところは作って、はい。長澤さんいましたっけ長澤さんいる 長澤さん。いはい、長澤おります。把握してるスどこがつくえっと、言葉リストのことでよろしいでしょうか。うねはい、はい、あ、言葉リストです。えっと、今ちょっとこちらで把握している限りですと、はい九、えー、言語九言語も出てるんですか、うんはい、すみません、<の>私がちょっと。 作成、はい、を各拠点でされている情報をこちらで確認をしておりますはいあはい、じゃあもう、9言語はそ,の、えっと、そちらの,あのダウンロードして使えるということですよね。各広報版のそれぞれのサイトに飛んでいただいて、その中からこう見つけていただく形のよりですが、はい、そして今後も増やしていく予定があるということですかね。 あ、そうですね。それに関してはちょっと、はい、あのそれこそ各事務所の判断次第になってしまうので、<は>ちょっとこちらとしてはあ,あの、はい、増えるかどうかというのはあのお伝えできないんですけども、はい、増える可能性はございます。はい、わ、はい、かりました。ありがとうございました。と、はい、他に何か皆さんありませんか？えっと とじゃあそうしましたら、もうこれであの、えー、終わりにさせていただきますが、今日は本当に、あの、まあ、昨日に引き続きですけれど、あの長時間にわたり、大変有益なお話をどうもありがとうございました。えーっとまあ、今後はできるだけ魔改造しないように、事業を組み立てて、えー、っと参りたいと思いますのであの、また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。<laughs>